本当に。あれ大好き。はい。あの僕あのコンビをまあ星ちゃんと組んでたんですけど、ね、で別れまして、でまあ一人で、うん、あのお芝居をちょっとしたいなと思って、うん、まあ舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、うん、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、うん、あのまあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回るんで、うん、でまあ1ヶ月あの終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にあのその主演の役者さんと、あとまあ大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、いや好きみたいな、ちょっとこうなんかその主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あなんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかでいろいろ思ってて、で東京が終わってで地方に行ったんですよ。で地方に飛行機で行って、で飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあみんなでちょっとこう九州やったんですけど、移動しようと、で移動日やったんですよ。で着いて、ほんでまずその役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよ、はい、で僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座って、でどう座らはんやろうその女優さんやらは、うん、2人はと思ったら、その若手の子が初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ、うん、であ行きよった攻めよった、うんうんうん、ほんならその大御所の大御所いうかその、まあ、女優さんが、うん、バーって来て、その子の横にバーン座ったんですよ。だから、男優さん、そう、大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、うん、バーンとブロックしたんですよ。で、ブロックしたと思ってね、地方ですからこれ気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでこうなってたんですよ。で、まあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたらインターチェンジに入ったんですよ、うん、休憩ね、うん、でインターチェンジみんなトイレ行ったりなんかね、いろいろこうタバコ吸ったりとかして、うん、で帰ってきたんですよ。でその大御所の女優さんが遅かったんですよ。で遅いなと思ったらギリギリに乗ってきはったら、こうフランクフルトを1本持って、うん、こう来はったんですよ、うん、で初め僕あフランクフルト買うたはんにゃ、あフランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、うん、その今いただいていいですか、すいませんちょっと匂いしますけどみたいな、みんなに、うん、はいって言ったら、そのね、あのケチャップとあのマスタード一緒のやつプチッと折って、こうチッシュッてかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう熱いわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ、んと思ったんですよ、んと思ったんですよ。ほんならもうここについてるね、ケチャップとかこうとか音鳴らしたりなんかこう、ああこう言ってんのに熱いから熱いわとかそんな熱ないな、一回出してまたとか、なんかチュパ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 チ役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかになんか九州で美味しいもんあるよねみたいな始まったんですよ。であれあれあんだけアピールしてはったのにこれ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまた1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って僕おもろいなと思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったらバタ帰ってきはったら、おうおう次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え2本目え2本目1時間半やで女子やろ、おうおうちょっとペース早いな、ペース早いフランクの
フランクなんて。いや、フランクなんかもう一本でええでしょ、一日。もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやって、またついでやって、で、次もうこんななんですよ、これ。ほんまでお前ほんまやろな、ほんまですって。ほんまでますよね。うわ、また始まった。何やってんのよ、お前。ナイスでしょ、フランク白い、ドイツのやつでしょ、ほんまにやつでしょ、ドローンってしたやつ、大きいな。それを見てた話フランやねん、それ。フランクの話、フランクの話。フランクの話。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど。普通に食べてた。日本は多いな、日本は。もう普通に食べたんだけど、僕はそう見えたっていう。宮川さんがそう見えただけで、その人は普通にフランク好きなだけです。大丈夫。じゃあ行くぞ、もう。すみません。この前なんですけど、まあ、子供をさっきキムにも言わはったんですけど、生まれたんですよ、でそれが帝王切開で出産したんですね。で入院してたんですけど、そこにこう遊びに行って、まあ、面会ですよね、行って大丈夫か言って、で普通に喋ってて、ちょっとでもこう面白いこととか笑ったりしたら、その傷口が痛いから、痛い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 、ちょっとやめて大ちゃんやめて、痛い痛い痛いってなってたんですよ、でこれはちょっとこうもう普通にしとかなかわいそうやなと、ちょっとしても痛いねなと思って、ほんで僕らまあシーンと、まあ、ずっとまあ普通の会話、何気ない会話ぐらいしていてたんですよ、ほんなら京都からうちの親父が来る言うて、でお父さんが来たんですよ、で「まあこう大丈夫か、元気か、ありがとうな、産んでくれて」言うて言ってるんですけど、マークは急に「痛い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 」って言うたんですよ、ほんでちょっとお父さんが散髪してるやん、痛い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 って言うんですよ。お父さん散髪してきてたんですよ。それがツボにハマったみたいな。しないやん、それは。散髪してる、痛い、ちょっとお父さんほんまちょっと分かって、ちょっと痛い痛い痛い、お父さん散髪してる、痛い痛い、え、そんなおかしいけちょっとほんまもうちょい痛い痛いってなって、俺もうあかんわ言って、お父さんちょっと喋りたいこともあるかもしれんけど、ちょっと下でお茶でも飲んでって、ほんで下行ってたんですよ。ほんでかわいそうやな思いながら、まあこの横にいてて、大丈夫落ち着いたって言ったら、うん落ち着いたって言って、もう大丈夫お父さん呼んでも、なんか喋りたいことある言ってるし、そうやね、うん、なんかごめんな言って笑って、言って大丈夫呼ぶで言って、ほんで下にお父さんに電話して、あお父さん、まあこもう大丈夫や言ってるし来て、落ち着いたわかった言って、ほんでまた入ってきて、まあ大丈夫かって言ったら瞬間に、痛い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 、もう今日無理やな、今日どうぞ無理やな、ちょっと1週間ぐらいしたら来るわ、まあもうお父さんその日はもうそのまま帰った、そういう話、何がつもりかだったかわかんない、それはそうか、まあまあ1週間だったらまだね、髪も馴染むしな、なんですけどね、はい、うわっ、来ますよ、そりゃ来ますよ、今年の7月22日の話なんですけど、はい、7月22日今年は皆既日食が見れるんで、ちょうどその日に僕とケンコバが沖縄で、はい、アンギャーっていうトークイベントやってるんですけど、うん、それが沖縄で歩いて、うん、で沖縄方面南の方でその皆既日食が綺麗に見えるんで、で僕と小林その時一緒にラジオやってたんですけど、夜中遅までやってて、あんまり寝てなかったんですよ、ほんで絶対飛行機の中で寝ようって決めてたんですけど、その時にもう皆既日食とかもう休み入ったりとかでものすごい人やったんですよ、ほんで飛行機の中も満員やったんですよ、でもこれうるさいな思ってて、もうなんかちょっともう寝れへんからイライラしてたんですよ、で僕座って、窓側に僕座って、なんか知らん女の子座ってて、で小葉真ん中の席座って、ほんでまあ寝てたんですよ、僕も乗った瞬間に寝てたんですよ、ほんなら
もうみんなテンション高いんですけど、家族連れがバーッと入ってきたんですよ、うん、ほんであのお父さんとお母さん と、息子2人なんですけど、うん、うわー飛行機だねー言うて入ってきよったお年な年を見たらあー飛行機だよ言うんですよ、お父さんほんで初めてだね言うて飛行機乗るの、うん、あー初めてだ飛行機乗るの、うん、テンション高いんですよ、うるさいな思ってまあまあしゃあないなと思って、うん、もうこれ無視やと、うん、なら、うん、あれケンコバがいるよあ、ほんとだケンコバだねってなったでうわ見つかりよったあいつも見つかりよったアホや思ってで僕ずっとこっち向いて寝てたんですよそやのにまたもう一人 あの息子の方が、うん、あれお祭り男だってなったんですよ、うん、で、あ、お祭り男がいたねお祭りに行くのかねみたいなどうしたって思ってたんですよでもでうるさいな思ってたらちょっともうこう薄めでパッと見たんですよほならそのお父さんが、うん、あの散髪したてでそれがきちっとした角刈りやったんですよもうそれが腹立ったんですよいやあのね僕角刈りねいや角刈りの人昔から嫌いなんですよいや何でやなんで角刈りと思わないですか僕大っ嫌いなんですよ隣も少々やぞいやだからいやわかるんですよ兄さんのことも若干嫌いなんですよ嫌いだ今言わんでいいほんで角刈りやったんですよじゃあ腹立つな角刈りよ思ってでほんでね今仕立てやったんですよそれも腹立ったんですよなんで沖縄旅行行くねで会期日食ですか見に行こう言うてで写真とかいっぱい撮るしちょっと散髪行ってくるわお父さん言うてなんでそこで角刈り注文するんやって丸刈りでいやそれかいろいろあるやんなんで角刈りしてんねん寝てないから寝てないですかイラ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 したんですよそんなことにもうイライラしたほなあの帽子取りなさいってなったんですよ、うんね、息子が帽子かぶってたんで2人ほんで帽子パッて脱ぎよったんですよほな汗かいててこう丸刈りみたいだったんですよ、うん、あよかったと、うんね、これ角刈りやったら俺もう行ってまうんじゃんわいって何を行くねん終わったんですよほんであかん思ってもうイライラする思ってほんならずーっとまた聞こえるんですよあの耳栓しても奥の方にずーっとうわ雲だとかねほんでうわ飛ぶよ今からああ飛ぶよ今からみたいなずっと聞こえるんですよほんでバー行ったんですよほんで上バーって飛んでほんでずっと寝れたんですよゆっくりほんならご飯やいでざわざわっとしてそれで起きてしまったんですよで起きたなみたいなでご飯出るんだねみたいなまずバーン来てであご飯出るんだねってお父さん知りおらへんかったご飯出るんだね言うてほんでご飯食べよう思ってほんで僕ももうミントホームでバー見てたんですよ食べてたんですよほんでまだずっと言いよるからおいしいねおいしいねってうるさいなパッて見たらさっきまで濡れてたんですよ髪の毛が子供の、はい、ほんなそれが乾いてきてて、うん、よう見たら、うん、こう立ってきとるんですよ角刈りやないか両方ね角刈りやったんよ濡れてたからこう角が丸まってたけど乾いたらか角出てきとるやないか角刈りやと思ってもうなってたんですよ僕もほんで降りてもうそれはねもうずっと腹立ってたんですけどもう我慢して我慢してね本とかにも全然入ってこないですよ腹立ってせやけど時間過ごしてやっと着いたんですよほんでもう腹立ってもう今日これ降りよう思ってずっと着陸してポーンって着いた瞬間にポーンってなった瞬間にもうガーって言って荷物取ってそこの降りるとこ行ってもうバッてこうガチャって上げたらもうそのままスッと出て行ったんですよほんであよかったと思ったら子供2人がなんかバーッて走ってきてお祭り男サインちょうだいって言ったんですよ。その時に今まで溜まってますから、うん、どうしよう思って、うん、角刈りやから嫌や。かわいそうやわお前。めっちゃかわいそうよ。とりあえず渡哲也さんに謝って。代表。昔の渡哲也さんはね、あれですよ。今は違いますよ。ダービーさん。終わりました。行きます。じゃあ、星は僕じゃあ、はい、よっ、大好きですよ、はい、これは、僕が小学校の時のまた話なんですけど、はい、家族で、どっか遊園地行こうと決まりまして、で、琵琶湖タワーに行こうって、決めまして、で、車で行ったんですね、で、結構混んでて、
こうどこ止めよどこ止めよみたいなうろうろしてたら一台だけちょっと空いてたんですねスペースが。だからお父さんあそこ行けるんちゃう言うて、ほなあそこ行くわ言うてここが空いてたんですよね。で親父はこうバックから入れようと思ってこう来たんですよ。ほんならこうバックで入れようとした瞬間に向こうからヤンシャみたいなのがぐわー頭からガー入れて、ほんであれみたいに親父思ってたら向こうからこんなパンチパーマのやつがバー出てきて、わしらがさっき止めたんじゃこらおっさんって言いよったんですよ。で親父が何言うてサイドを引いて行こうと思いよったんですよ。ほんならその時にお母さんがもうやめときやんか子供と来てんやし何してんのって言うて、で僕もお姉ちゃんももうお父さんやめといてって言うと怖いしって言って、もうええやん探したらええやんみたいな、おーおー分かったみたいな感じでまた探して止めて、まあ喧嘩にならなかったんですよ。ほんでまあ乗り物とか乗って楽しく遊んでて、でなんかダーツがあったんですよ。でなんかダーツしたい言うて、あのお母さんと僕とお姉ちゃんが待ってたら、ちょっと待っとけよ、お父さんちょっと正面行ってくるから言うてトイレ行きよったんですよ。ほんで出てくる時になんかおいこれって聞こえるんですよ。で何かな思ったらさっきのそのパンチパマにもう胸ぐら持たれてたんですよ親父が。でグワーおいこれおっさん言うて、おやじ何やこれ言うてガー出てきて、ほらお母さんがバー走って、あんた何してんの2対1で卑怯やな、やめときなさい、あんたはこんな年寄りいじめてみたいな、もう早く行きなさい言うて、ほんでまあことなき得て、で2人バッと帰ってきて、お父さんが、おっしゃ、ダーツやってんのか、ダーツやろうか、言って、お父さん、うまいぞ、見とけよ、言って、やっと瞬間に。うわぁ掘るんですけど、その矢も、もう、ねもう、やだ、そいお父さん、見とけよ、うまいぞ、言って、もう、こんなの。大輔、僕、あのご飯食べる番組をしてまして、あやってるね。でそれで最後のシーンが乾杯言って、うん、でビール飲んで、うん、でありがとうございましたで終わるんですけど、うん、まあその後にもちょっと飲んだりするんですね、うん、でまあ地方なんで、まあその空港まで2時間3時間とか車両移動があるんですね、うん、でまあ3時間あるからと思ってこうおしっこしてても、うん、その現場でねやっぱり高速道路で絶対したくなるというか、ほんで、あもう、ほんで、こう、寝てるじゃないですか。やっぱ朝早いし、ほんで疲れて、後ろで寝てて、ほんで起きた瞬間にはもう、もう限界に来て起きるんですよ。で、すいません、ドライバーさん、次のインターチェンジで止めてもらっていいですかって言うて、な、あ、わかりましたって言うても、こう、全然ない時とかあるじゃないですか。でも、その時もう、やばいんですよ、もう。で、やばいなと思って、ずっと待ってて、ほんなしばらくしたら、こう、インターチェンジの看板見えるじゃないですか。で、あインターチェンジの看板見えてきたと。ほんでまだまだ長いからもうちょっと一回窓ちょっと開けてちょっとここからこう風を当たってなんか分からん忘れようとか分からんけどこっちじゃないとこに持っていくんですけどもうあかんと、ほんでいやもうこれペットボトルにしようかなと思って、ほんで一回ペットボトルでもちょっとあれ250ぐらいじゃないですか、無理やな、ね、ほんで100ぐらい余ってるからちょっとあのんで、でもこれ250で足りるかなと、おしっこってどんだけでいいんやろう俺分からんわと思ってこれやめとこうと思って、ほんならちょうどあったんですよ、ほんでこう入ってくれはって、でももうあのすいませんってギリギリなんであのギリギリまで止めてください言うて、でギリギリにその便所の前まで止めてもらってバーッ走っていったんですよ、ほなそこ大便と小便とこがあって俺大便の方行ってもらったんですよ、ほな全部塔ついてて、あ違うこっちじゃないと思って、ほんで小便の方はあって、で小便の方行ったら小便こう入ってこっちがあの手洗うとこで、でこっちにあるんですよ、でそれ分からないんで あこっちじゃないと、でもうやばいこのここの手洗いのとこにしたろうかなと思ったんですよもうギリギリなんですよ、もうここブックなってるんですよ、もうつまんでほんであかんと思って、ほんでこっち行ってもうパンツからもう生でグーンつまんだんですよほんでもうやばいからほんでもうここパンパンなんですよでもうやばいよもうここでしたのかなもう下入ってきて宮川がねそこでやっとったってなったらこれやばいと思ってほんでこっちでほどいてでもうやばい思って走っていったんですよほんだらこう入ったらこっちの奥やったんですよほんであこっちや思って一番手前のとこにやろう思ってパッて離したらこうおっさんおったんですよでおっさんおる思ってまたこっちでキュッてやったんですけど一回おっさんのここにジッもうだいぶ食べてたやつやったんでジッジッジッ
ジーだってしもたーって思ってお下にこすったやないか。もうあの放送をこうやっててパッてやったらジーになるやんもうジーになったジーになってうわー思ってジーだジーおっちゃんパッて見たら、うん、ジーになってるのに、うん、全然気づいてないいけるんちゃうか思ってで言うた方がええんかなと思うんだけどそのおっちゃんなんかこんな感じやったんでもう言わんで大丈夫やろおい多いやないでしょ謝っていやいやそれいやそんな時にこんな感じやよ照明かけてんなって言われたらすいませんって言うんですけどもう全然気づいてないもうこんな感じやからおるけどもうこのおっちゃんが垂れてたんちゃうからおるけどそんなおっちゃんもう言わんとこうそのままひどいないやすいませんあれはでもねあー危なかったですねすいませんおっ我こそはっていう宮川さん先ほど、松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、あの前にも言ったんですけどあの大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、はいはいで僕嫌やったんですよ、ね、初め、うん、そういうのにいや僕本気でやるからって自分 の, あの劇団を立ち上げたいから言って、うん、であの大輔力貸してくれっつってで俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、うんなんかそんなんがあってで分かりましたって引き受けたんですよ、うん、でじゃあ大輔あの京都一緒に行こうと俺はお金全部出すから、うん、で京都行ってあのその龍馬と中岡が回ったとこを回っていってちょっと気持ちを高めようと、そういうことで行ったんですよ、であの行きしの新幹線であの大輔って言ってあのこれ俺ちょっと買ってきたんだとでそれがペンダントやったんですよでちょっとした鎖のこの辺に「あの龍」って書いてあるペンダントを買ってで「これいいだろう」っつって全然用ないんですよそんなに良くないあでもまあまあ思いあるんですねこれで俺頑張るからっつって頼むな真剣にやろうな分かりましたっつってで京都着いてでまずどこ行きますって言ったらまずお墓に行こうと坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言って。じゃあ分かりましたって言ったんですよで行ってほならこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな力貸してくださいみたいなやってるんですよでそれつけてここに龍馬さんがいると、うん、じゃあいろんなとこ回ろうかっていうでじゃ あのなんか遭難の地みたいなのがありますからそこ行きましょうか僕もあんまり知らんかったんでこう本持ちながら行きましょうとで行ってで行って僕が説明しててその近くになったらあの三馬さんいいんですよであれ三馬さんどこ行ったんかなと思ったらおい大輔っつってこんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日いやいやちょっと三松さん、うん、いやもう嫌や初めからこんなのあの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、ってここも、うん、あすまんすまんすまん言ってでじゃあ行きましょうもう風俗いいですよ言ってでこれ遭難の地らしいですよほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮ってで龍いうのも見せてで撮ってで次のなんかまたここに隠れてた巣屋みたいなのがあるらしいですよじゃあそこ行こうよ言ってで行っててまたいいんですよほんで何やろうと思ったらここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言ってたやんほんでいやちょっと三馬さんほんまひどいですよって言うと真剣にやる言うたから僕お芝居をねやろう思ってほんでそれもなんかもう全然嫌や言うてなんか本気さが伝わってこうへんって言ったら龍馬もセックスぐらいするだろうが逆切れやんいやセックスするよ龍馬もセックスするよでも龍馬ももっと夜やと思う早いやんこんなずっとやん京都着いてからずっと村上してるもうやめてそんなことってなんだお前って言ってバーンどつかれたんですよバーンどつかれてなんでどつかれなあかんねん俺正しいですよって言っていやお前言ってることなんか違う言うてまたバーンと疲れてまたバーンと疲れたから俺何が龍馬や言うて俺そのネックレスバッチーちぎってバーンやったったんですよ何やってるんだお前
俺の龍馬の面だと言うて走っていって急にグワー泣き出して鼻だーだれてやめろこれはお前俺を叩くのがいい言うて龍馬のこれは切るなって言われてねでまあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言ってでまあそれでまあ終わってあ舞台始まったんですよでもなんずっとつけてるんですよそれも直して、うん、でも、 もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよなんかあの絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うたらあかんでしょなんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、うん、いやちょっとそこを笑かすために何かやったりとか時代がむちゃくちゃなって、うん、ほんであの演出家に怒られるじゃないですか、うん、美馬ちゃん何やってんだよって言って、うん、なんだあれしょうもないって言ってほんならもうなんかパクンなるんですよなんかもうパクンすねるんですよほんで打ち上げ行ってもひと言も喋らんとなんかパコーンなってるからいやもういつまでパコーンなってんのもうそれ怒られるやんかって、まあ、なんでお前言われなくちゃいけないお前表出ろみたいな表出たろやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何が龍馬じゃん俺もきちぎってシャーンってやったらやめろお前これもう何回もそれがあったんですよある日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、うん、多分ちぎられるからほんでまあ無事に舞台終わってじゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言ってで皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございましたお疲れ様でした写真撮りましょうって言って撮ろうっつってあちょっと待ってっつってあの龍馬のあのネックレスちょっと取ってくれから言って楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ初めここぐらいまであったんがもう今超感がもうこんななって龍っていうやつから喉仏で喋るたんびにこうペコペコってやっててもう切るなよ次はねえぞっていう大輔、大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよほんならあの、まあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、うん、3人ぐらいで入るぐらいのサウナ で僕と後輩が入ってたんですこうやってほんなら1人入ってきゃったんですよ、うん、ほんならその人はもう、まあ、こっちの方やったんですよ、うん、ですごい柄悪い方 でうわ怖っと思って僕と後輩ビクッてなりながらこう前にバーン座らはったんですよでこうやってダーン座らはったんですよで怖いなと思ってでこうパッて見たらこの辺にものすごい傷があったんですよグワーってでうわ傷あるめっちゃ切られはったんかなとでずっとその傷をこう目で追っていったらここねこうずっと切れててこっから傷がちょっとなくなってて息子がちょっと切れてここ切れてここ何十針縫うたるんですよ何十針縫うててここ一針だけちょっと縫うここまた10針ぐらいだからずっばいから多分へこってなったあかんそこはみたいな一瞬ちょっとなあっていうもう自然にね自然に体がね一瞬ちょこっと切られたら一針だけで分かる分かるこれは男なら分かるよ一瞬逃げちゃうからねそこはね根性とは別の問題根性とは別の本能やありがとうすごくいいですよこれは、さあ、宮川さん、はい、大輔さんあのちょっと三松さんの話してよろしいでしょうか三松って誰ですかあの一緒によくやるじゃないですか三又蔵さんの話なんですけど6年ぐらい前なんですけど夕方6時ぐらいに電話かかってきて、いやもしもしって言ったら「あ大輔今日何してんだ」って言って「いや僕今日休みです」って言ったら「今日手羽先が食べたいんだ」って言って「ああそうですか」で山ちゃん あの胡椒の効いた世界の山ちゃんあれが食べたいんだっつって「分かりましたほなどうします?」って言ったら「7時にほなら新宿で待ち合わせしましょう」ってで待ち合わせしたんですよで新宿の山ちゃん行ったけど結構いっぱいあって入れへんかったんですよほんで「あじゃ あの新大久保にもあるから」言うてで新大久保に歩いて行ったんですよ
で入れたんですよ。で2人で飲んでて、で手羽先来て、でああ言うてなんかいろんな話しながら食べてたんですよ。でその手羽先もこうなんか美馬さんこうやって食べはるんですけど、なんすかね、あの顎の力が弱いんか歯が少ないかなんかわからないんですけど、すごいこう肉が残ってんのをすぐ骨つぼに入れ、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 ガラ入れ、すぐガラ入れに入れて、いやまだ半分ぐらい肉ついてますよ、いいんだっつって、いいんだよねみたいな、そんな話をしながら酒飲んでたんですよ。で僕トイレ行って1時間ぐらいですかね、飲んでトイレ行って帰ってきたら外国人の方がいっぱい入って、その外国人のもう言うたら40何歳ぐらいのおばちゃんと喋ってはったんですよ。で、あ、知り合いかなと思って、あ、おはようございますって言って、で誰ですかって言ったら、いや今声かけられたんだよって、で顔さしたんだよ大輔って言ってあ、そうですかって、この人面白いみたいな、で、あーと思って、でじゃあ3人で飲もうみたいになって、いやもうよろしいやん2人で飲んだらって、いやいいじゃないかって言って、あ、分かりましたって、で3人で飲んでたんですよ。でまあ食べて、ほんなら誰ですかカラオケ行こうかってなって、あ、行きましょうかって言ったら、行きますみたいになって、え、この人も連れて行くのみたいな、あったばっかりやもんね、で3人で行くのみたいな、ほんで、あ、じゃあもう分かりました、行きましょうかって言って、ほんで3人でカラオケ行ったんですよ。でなんか新宿のなんかこうなんか俺知ってるとこあるから、で社長さん知ってるからみたいなので行って、ほらなんかこんななんか パン半分ぐらいになんかこう焼いてアイスクリーム乗ってるみたいな、美味しいやつで、これうまいんだよって言って、でそれ食べてはるんですけど、あの下手んとこになったら、なんすかね、顎弱いんか歯少ないのわかるんですけど、もうしがんで置いとかはるんですよ。でここうまいのにって言いながら、まあそんなんもあって、まあ酒飲んでたんですよ。ね、すごい弱い。酒飲んでたんですよ。ほんで、あ、じゃあ俺歌うよっつって、なんか光進丸歌ってはったんですけど、もう光進丸歌うときはあの大抵気分がいいときで、皆さん、あ、光進丸歌はったと思って。で俺トイレ行って、で帰ってきて開けようと思ったら、こう扉あるじゃないですか。はい、もう思いっきりキスしてるんですよ。さっきおった。おばちゃんとブジューンしてるんですよ。うそーと思って俺もう一回どっか行ったんですよ、電話しに何や気持ち悪いってほっといたんですよ。で帰ってきたらまだキスしてるんですよ、長いキスがと思って、でもそのガチャガチャっていうのももう何回かガチャガチャってやって、気づくかなと思ってガチャ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 って開かへんふりして、音さしてんのに入ってもまだしてるから何してんねん思って、もう兄さんもう行きましょうと、皆さん行きましょうと、ほんならおーって言うて、でも行こうって言って、でその女の人がトイレ行った時、皆さん何してんのって言って、なんでキスしてんのって、誰かわからへん、さっきあった人やんか、うんうん、おばあちゃんもうな、なんかほんまこんなん言うたらあれかも、何持ってあるかわからんで風邪とかね、まあもう何の菌を持ってるかわからへんで、まあ、そうやな言って、で、まあ、そのまま出て行ったんですよ。でもうほんなら解散しようって解散したんですよ。でもう帰りましょうって言ったら、大好きちょっとラーメン付き合ってくれって言って、言って、でラーメン屋さん行きましょうかって、で最後ラーメン行って、ほなラーメン行ってラーメン出てきて、ほならスープぶわー飲んで、ほんでそのままもうえっ言うて出ていかはるんですよ。でいや麺残ってるしまだ俺も食べてるしって言って、で何やろうと思って僕もバーって出て行ったら、前の道のドブンとこ行って、おれれれれって吐くんですよ。ほんでえどうしたんと思って、どうした何してるんですかって言って、大丈夫ですかって言ったら、消毒だよって言うんですよ。え、消毒消毒消毒って言うたら、何なんですよ消毒言うて、え、消毒え、何ですかって言うたら、もうスープの温度で菌が死ぬだろっていう話なんです。1個目にそれようやく当たってようやく当たってそれそんな万の実施方やねん。あんまり待ってこい。いきますよ、いけ、最後にしますよ、ラストです、バーンといきましょう、いけ大輔、はい、
これこの間あの実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、うん、親父のあのパソコンのとこに行って、うん、でパソコンにスイッチ入れてこう やるんですけど、うん、なかなか重くて全然立ち上がらないんですよ、うん、でやっと立ち上がったと思っても次に行ったらもうずっと鳴り寄るんですよ、うん、で全然こう重いんで、うん、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、うん、でお父さん来て、うん、これめっちゃ遅いやんどうなってんのって言ったらいやお父さんなエロいとこ進みすぎて、うん、もうウイルスが50ぐらい入っててもうだからもう病気になってえらいことになってお父さんももう開けてもうウイルスおかしなってるからもうできないんですって何の話だなんの話だよ。あの親父がウイルスや。もう濃いわ。すんごい濃い。お、聞きました。どうでしょうかね。じゃあこの辺りで大輔いっとこかな。はい。ね、これ半年ぐらい前の話なんですけど。はい、宮川大輔トイレで起きた恐怖体験。これ半年ぐらい前の話なんですけど、はい、車でどうしても京都に帰らなきゃいけなくて、うん、で僕一人やったんですよ、うん、で、まあ、昼間に帰ろうかなと思ってでも混んでるしなと思って夜中に帰ることにして12時ぐらいに東京出発したんですよ。でずっとこう京都に向かって走っててで何回かこうパーキングエリア寄ってで3時ぐらいになったらお腹が痛くなってきて、うん、あちょっとうんこしようと思ってでずっと探してたら、うん、全然パーキングエリアがなかった、うん、でやばいなこれ漏れてまうんちゃうかな思うぐらいずっと行ってたらなんかだいぶ行った田舎のとこに一つこう パーキングエリアというかトイレとなんか自動販売機と、うん、っていうぐらいの小さいところがあって、うん、でそこ見つけてそこやと思って行ったらもう車止まってなくてでなんか夜中3時がちょっと怖くて、うん、ほいで何やなんかちょっと怖いなと思いながらトイレ入って、うんでそこ誰も言えへんくてでシーンとしてるとこでこううんこしてたんですよ。でああ間に合ったと思ってほんならなんかコツ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 ってこう革靴のかかとみたいな音が聞こえてなんか止まったんですよ足音が。で何やと思って誰か来たと思ってでもこっちがおしっこする方でこっちが大便3つのとこなんですよ。で一番手前やってほらしょんべんの音も聞こえへんしめっちゃ怖いで大便に入る音も聞こえへんし あれなんやろこれと思って怖いなと思ってたら急にえぇって聞こえてこのビッグカーだってなんやこの音と思ってこれまたあって聞こえるからえ何この音と思ってほんでえぇって言うからこれ何の音やろと思ってずっと考えてもわからなくてで今変な人多いじゃないですか。だから正直猫とかそんなの俺首絞めてんのかな変なイメージばっかり湧いてでもううんこも出たしもうええわと思ってでまあ流して出て行ったんですよ。ほんでうんこの方を見てもいいひんしおしっこしてるとこも誰もいいひんしえと思ってでこういったらまたえって聞こえたから何と思って見たらその革靴履いたおっさんがジェルの最後絞っとったんですよ。だってジェルかいめっちゃ気に入ってないよお前のジェルなんで夜中に髪の毛セットすんねんもう最後の方のジェルやったよな最後のジェルをへぇ何やこれじゃあ腹立つからグーッ睨んでったジェルかいそろそろ何も悪ないからやるそんな夜中3時頃田舎のとこでもうやるついてかないで別にやったってええやんけやったってええですけど猫や思たんですからジェルの最後やったわこれは大輔行くかはい去年のお正月の話なんですけど、
あのまあおせち食べてて、まあ1月3日ぐらいで、うん、もう飽きてきたんで、じゃあすき焼きしようか言うて、うん、でまあおせちのあまりこっち置いて、まあこう長方形のとこで、ほんでこっちにこうすき焼きやってたんですね、うん、でまあ家族全員でこう囲んで、うん、でやってたんですよ、うん、でなんか食べてたら中盤ぐらいですね、うん、ご飯の中盤ぐらいにお父さんが一番この長方形のここに座ってたんですよ。であのこっちですき焼きやってたからすき焼き取ろうって立ち上がって、うん、でこう糸コン掴んだんですよ。糸コン、はい、で糸コンバーって持ち上げたら、うん、糸コン切ってないやつで、はいはいはい、すげえ長いやつやったんですよ、はいはいはい、ほんで、うん、いや糸コンめっちゃ長いやん言ったら、うちの息子がゲタゲタ笑って、うん、なんかそんなで笑うじゃないですか。笑うじゃん。で笑ってて、ほんならあーって言ってて、お父さんこう持ち上げた瞬間ぐらいに親父咳出たんですよ、うん、でってなって、うん、ほんならこの糸コンがそのでちょっと回り出したんですよ、こう。ほう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 。あー、なんかわかる。振り子、振り子みたいなんで。ほんでこう回り出して、うん、って、うん、ほんでだいぶもう咳止まらなかったんで、糸コンがね。糸コンがブワー回り出した。回り出したわ。で、息子笑ってたんやけど、そのすき焼きの熱々がかかって、熱っとか言うて。で、お母さんも、いやもう、もうあんた飛ぶやんか知る、言うて。で、結構、わー大惨事みたいなんて、そしたらお父さん咳止まらなかったんですよ。で、言ってたら、またもうブワー回ってるから、ほら、お母さんが、漫才糸コン怪しいな言うて、糸コンずっと回ってるから、でも、言うて。ほんで、お父さん、糸コン話したら、ちょっとこう、なんでしょうね、タイミングで、お母さんのあの卵の器のとこにベトンって行ったんですよ。糸コンがこう行ったんですよ。で、お母さんが、うん、いらんって言ったんですよ。っていう話。いまいちでしょ、分かってるんです。いや、面白い。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 めっちゃ好きですよ。面白かったですか。面白い。すいません、すいません。うん、普通それをこう、レックせえへんもん。そこレックする。すぐ上書きするよ。ダメ出しじゃないですか。そこをレックするところが、すごい意味がある。すいません。はい。いきます。さあ、番号きますか。これはどうしようかな。ちょっと僕は、僕が決めていいですか。はい、大輔で行こうかな。はい、顔出てますよ。顔なんだよ。顔なんだよ。いや、嬉しいなと思いまして。息子が、2歳半ぐらいですから、今から、まあ5、6年前の話なんですけど、うんうん、僕の家族、嫁と子供と、でうち の, あの実の親父とで4人でどっかこう旅行行こうって決まって、でどこ行こう言って、山口県行こう言って、行ったことないとこ、うん、で行ったんですよ。で旅館着いて、この辺なんか面白いもんないですかって言ったら、あの近所の駅にあの SL の山口号っていうのがあって、それがちょうどあと1時間後に来ますよ、それ見てきたらどうですかってなって、あーいいなーって言って、で行こうかー言って、で子供もそんなで電車好きでしたから、で行こう言ってみんなで行ったんですよ。で待ってて、ほんでなんか写真撮ろうかとかいろいろやってたら、なんか時間になって、で来ますよっていう、ほんなら僕がその息子をこうおんぶして、ほんでその SL 待ってたんですよ。ほんなら向こうからシュッシュッシュッポーとか聞こえてくるんですよ。シュッ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 で煙も見えてきて、で駅に僕ら入れたんですけど、ホームで、ほんなら向こうからシュッ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 て来て、うわ来たで来たで言って写真バーッと撮ったりしてて、でだいぶ近づいてきて、でその時にうわすごい迫力やなー言うて、うわ来たでー言うてたんですよ、うん、ほんならその車掌さんですか、その運転手さんがフワーンって言うやらはったんですよ。俺それがもう思ってるよりもでっかい音でフワーン言うたんですよ。ほんで僕もうわびっくりするー言うぐらいの、ほなその音聞いて、息子は初めてその大音量聞いたわけですよ。ああ、うん、でもパニックになって僕の背中をグーッ噛んだんですよ。パーッてうわーうわーなって僕ガガガガガって言うて、何やってんねんお前言うて、いやいや怖いんや怖いんやみたいな、ほなまだシュッ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 って来て、ほんで次またパ
わーやらはって、うん、ええー、と思ったらもう背中噛まれて、うん、俺わーなって、うん、で痛いから肉こうなってるからその外そうと思ってこっちに皮あってこっち噛まれてましたから外そうってこうやってたんですよ、うんね、ほんで外れてあーと思ったらその手上げててそんなにお客さんもいへんかったから、うん、その運転手さんが見てなんか手上げてるやつおるみたいな感じかなんかわからないですけど、うん、サービスでまたフォーやりよったんですよほらまたガーンと噛まれて次はもうここで噛まれてるから次こう伸ばすしかなかったから歯を外すめっちゃくちゃ痛いですよ伸びた状態で噛まれてるから伸びた状態で噛まれてるからまたこう伸ばしてほらファーって見てもう俺これ何回もほんなら向こうからファーファーやるからもうその回数全部噛み寄るんですよでもバーッなってたらテンション高いやつが一人おるから向こうの人もなんかテンション上がってやってくれはるんですよで近づいてきてほんで宮川大輔みたいになって言われたほんでもうファーファーファーやられてもう僕がハハハハってほんで最後もうどうしようもなくもうこの息子を噛んだ状態で一回こう振ったんですよこっちにパッて息子が噛んでカーなってこうなってそれをキャッチしたっていうちぎれてたんですよ俺もうここちぎれてたそこは視点に回ってきたそこは視点に回ってきたマジです危ないな危ないです危ないよっていう話まあいう話でありがとうございますいやいやいやなんで途中で眼鏡上げたりとかいやすごかったまた気になりましたねいやいやよっこれは松本さんの話なんですけど、はいうん、一緒に沖縄旅行に行ったんですね、はいはい、で今日何しようってなって、うん、ならちょっとスキューバーダイビング、はい、あシュノーケリング、はいはい、シュノーケリングしようってなってで行こうか言って行ったんですねでウェットスーツ着て、フィン持って、うん、ほんで水中メガネとシュノーケル持ってこう歩いて行ったんですよ、はい、で結構そこすごいところで鍾乳洞から海に出るスキューバーやったんですよね、はいはい、シュノーケリングね、ほんでもうすっごい怖いんですよその鍾乳洞の中入っていった暗いしねジメジメしててなんかもうほんまコウモリでもいんのちゃうかなとかなんか怖怖なっててでとりあえずそこまで行ったんですよほな兄さんもちょっとなんかこう夏やし暑かってウェットスーツなんかちょっともうめんどくさそうやったんですよどこまで行くねんこれみたいなでちょっと僕ら気ぃつこうって見てたんですよほんなら着きましたとで鍾乳洞の中からこっから潜りましょうとじゃあここでちょっとフィンつけてください言って僕らはこう一番下のその水のとこまで降りてその中でこうつけてたんですよほな兄さんがなんかもうちょっと、うん、もうイラッときはったんですかねもうこのままちょっと飛び込んでいい言って、うん、あいいですよって言ってでその真っ暗のとこボーン飛び込まはったんですよ、うん、ほんでウェットスーツ着てるから多分そんな潜らへん思ったんですよね、うん、沈んでいかへん思ったんですよね、うん、でもパーンって行ったらブク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 って兄さんがブクブクブク沈んでいかはったんですよあれと思って、はい、僕も怖なってほんなら上がってくる兄さんの手がもう焦ってるんですよってほんでうわっと思ってこれ俺なんて言ったらええんやろってやっぱり緊張しますよね後輩はでザボーン上がってきはったんですよほんで兄さんもその動揺をちょっと隠そうと思ったんでしょうね言わはったのがまあまあしよっからいなえ何それ兄さんどうやんか動揺してやるの思ってで僕もなんかこうやってああなかなかしょうがないって言うたってそうやねんな俺スキューバの時もソーセージ握りつぶしてたからイエスのえらい魚寄ってくんなからこうやって握りつぶしてたからほ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 らこれ僕中学校2年の時の球技大会の話なんですけど、うん、1組と3組かなんかがやっててちょうど2対2ぐらいやったんですよ、うん、ほんでここは勝たなあかんとでもう時間ギリギリで、うん、でラストチャンスやったんですよ、うん、でそれがうちのクラスのコーナーキックやったんですよ、うん、でこれ決めたらヒーローやなとねで俺頑張ろうとゴール前で追って、うん、ほなAボールがバーン上がってきたんですよ、うん、でよしこれ決めたらヒーローやと思ったら、う
黒沢くんいうドンキさんやつがウェー言うてウェー言うてこっから入ってきてボールバーンってバーンよそ行って痛い言うてボールバーンって言ってもらってで痛い言うとるからもう痛いやらへんねん今ボケー思ってほんでピッピーってなって同点でそれジャイケンやったんですよ PK のほんでもうムカつくなみたいなほんでずっと痛い痛い言うとるからもうええって言うてお前どつだろか思っててもうええって黒沢くん早くでもう言っててでパッて見たら痛いってずっと言ってるから何かなと思ったら黒沢くんの横に蜂がえみたいな蜂死んでると思って痛い痛い言うてるからパッて見たらここ蜂に刺されてたちょうどボール来て これ蜂ですよボール来て痛い蜂に刺されてるのかと思って発酵なってましたいやしかしあ、大輔、はい、これ僕20年前ぐらいの話になるんですけど、はあ、あの天然素材で、うん、なんかこうお客さん入れてなんか動員数があれやったらなんかご褒美にサイパン連れてったろうみたいなんで、そういう時代や全員であのサイパン連れてってもらったんですよ、うん、でまあサイパン行ってほら休み変えたらそうではなくてみんなでこう集団コント作ったりとか全員でやるコントとかですね、うん、でユニットコントとかいろいろこう考えて、うん、でまあ夜ご飯食べてその後自由みたいな、うん、そんな感じやったんですよ、うん、で夜にほら何しようか言った時にちょっと心霊スポットが近所にあるから、うん、ちょっと行きませんかみたいになって、うんまあ、車で、藤原の、フジモンとホッシャンと僕とか、まあ、みんなでスタッフ とかと行ったんですよ、うん、ほんでもう行った瞬間にもうなんか変もうあこれやばいなっていうぐらいの空気やったんですよ、これ怖いなほんまに行くみたいな、うん、で行こう行こうここまで来たから言うてくれくれっと行ったんですよ、うん、車乗ってで降りた瞬間にもなんかもう異様な空気なんですよ生暖かいしこうなんか湿度が高いような、うん気持ち悪いなで僕怖がりなんでうわほんまに行く言うてなんみんな一回降りよう言って降りて、うん、でこうずっとこうなんか海の方行ったんですよ崖でこっち海やとそれじゃないですか、うん、で海の方わーって行ったんですよ、うん、ほんなんか海の音も聞こえるしなんかもうものすごく怖なってきて、うん、これもうやめよう言うて、うん、ほんなんか誰かがうわっみたいなでそんなやりだして、うん、もうほんまにびっくりしたいやもうほんまこんな感じでうわもうやめてーなみたいなだんだんパニックみたいになってきたんですよみんながもうやめようみたいなえ何これとかほんなら急にその海の方からなんかねこうふわって白いものが上がってきたんですよふわってで僕らの近くに白いのがふわってきたんですよほんでそう藤本が誰かが見て今白いのがふわってきたこっちに来たって言って見えた俺お化け見えたってなってであれ見えへんあの白いの見えへんって言うてで僕らずっと見たらそこに白いのが見えるんですよ、でうわお化けちゃんあれ白いのうわくるくる言うてほらこっちにこう迫ってきたんですよでうわ怖い怖い怖い言うて僕らバーン逃げたら、うん、ホッシャンがちょっとこう離れたとこにいてたら、うん、その白いのがホッシャンのとこにうわー行ったんですよ、でホッシャン危ないって言ったらホッシャンもうわー言うたんですよ、うん、ほなホッシャンの足のとこに、うん、その白い塊がファサッってなったんですよ、でよう見たらスーパーの袋やったんですよお化けちゃんやスーパーの袋やよかったー言うてお化けちゃんスーパーの袋やめっちゃちゃんと言うやんお化けちゃんやスーパーの袋やんて気づくの早かったね。気づき出したら早いよね。ちゃんと気づいてからは早いよね。見たことあるやつやから。馴染みのあるやつやから。さあ行きます。今失敗しました。一周回りました。欲しい欲しいですよね。ちょっと待ってくださいね。はい、あ今日結構まんべんなくいくね。よしよし。前々回ですね、あの僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか、はい、記憶に新しいでしょうか、でそこで僕止まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこ、うん、ちょっともうビデオで撮ったろうな
いやですよ。思春期やから。思春期やから。中学生ぐらい？それはね、いや、そうですね。もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。今の、今のビデオカメラじゃないですもん。じゃない。でかいでしょ。ベータの。ベータや。はい。うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。あったんで絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ取ったろって決めてたんですよ、はい、ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ、はいはい、ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいひんわけですよ。でここチャンスやと、ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で早うお姉ちゃんお風呂入らへんかな、早うお姉ちゃんお風呂入らへんかな思ったら2階からこうタンスがうんカチャでこう閉まる、あっしパジャマ取りよったらそこまでわかるんだ。もうわかります。すごいし、ほんでよしここやと思ってこたつに入って、うん、こうこっちがテレビやって、うん、でこたつにこう入ってるわけですよ、うん、ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきてちょっと開けて、うん、大輔さっきお風呂入っていいみたいな、うん、ほんで僕は、うん、全然楽しみじゃないと、うん、今楽しみにしてたの隠して、うん、いや入ってこいや、何にいちいち言うてんねんお前はい強がってっていう芝居をしてるんですよ、はいはい、芝居興味全くないよ、興味がないとお前なんかにほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ、ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケなんか勝手口もねあの塔がカチャンって言うから、うんって言って声でごまかして声でごまかしてゆっくり出て行ってでまずそれを置いてあのお風呂のとこにこう行くんですよ。ほんでゆっくりこう開けてほんでもう一回こう戻ったんですよ。ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんでよっしゃお姉ちゃん入りよったと頭洗っとるとでここでそのベータのカメラを回すとベータの音がガチャンうーんって言うんですよ。特に言うわね。だからバレるでしょ、うん、バレるからもうこっちのところへんからガチャンうーんすげえほんでここで見たいんですけどここやったらまたバレるから向こうの方行ってこう停止グーンって押してまた撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して巻き戻して再生を押してガチャンって見てあ撮れてへんともうちょっと角度こうしたらええで決めてまたガチャンって言って行ってまたこうするわけですよ。重い重いけどちょっと重たいでかいからよし撮れたからでかいからほんでまたそこでガチャ見るんですよ。ほんなら取れてへんと取れてへん取れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら取れんやろ思ってガチャンうーん言ってパッて行ったら電気消えてたんですよ。やばいと思ってもう外にそれ置いてまた勝手口から入ってこたつの中入ってテレビ見るほんならお姉ちゃんがお風呂上がったでみたいなもういちいちええねん心臓バクバクですよ。ドッキドキしてるんですけど普通予想ってめえねんそんなにやめろよって言いながらねやったというか。いやでもそんなお姉ちゃん知らんやろ。お姉ちゃん知らないです。知らんよな。あこれで初めて知るんですか。これね多分初めて。でもその後ぐらいにお風呂覗いてても近所の人に見つかったらやばいなと思って一回お姉ちゃんにちょお前もう胸見せてくれと直談判お前よ隠して風呂とか入ってるけどなんかもうええやんけ兄弟見せてくれや言うたことはあります。何を言ってほらお姉ちゃん直談判もうええやんってなんすか。大輔の言うてること分かるけど分かんのかい分からんやろ。いやそういうの言いますよ。分からんやろうちの俺がそういうの言っちゃうんやろ。分からんよなんかいや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ。悪いんや隠してたいいお姉ちゃんですね。分かってるやったらいいか男心もね。うわすごい。あどうですか。これは僕が中学1年生の時なんですけど、はい、あこれは僕が高校1年の時の話なんだ。いや、どういうことだったね。確か、高校1年です。それはそんなに重要なことで重要
です。あ、そうなんです。高校1年の時でさ、人にですね、あの卒業アルバム借りて、うん、俺あのこの子可愛いな、紹介してくれいうことで、あるある。俺僕3ヶ月ぐらいかけてやっとデートまでこぎつけた女の子がいて、うん、でその子と映画を見に行ったんですね。うん、で映画見に行って。終わってご飯食べて、うん、でご飯食べに行って、何食べたいって、私あのタラコスパゲッティ食べたいって、ああ可愛いこと言うなと、タラコスパゲッティか、食べに行こうタラコスパゲッティって、でタラコスパゲッティちょっと食べたらもう半分ぐらいで、私はもうお腹いっぱい言って、いやお腹いっぱいちゃうやろ言うて、全然食べてへんで今日言うて、家帰ったら飯バー食べるのちゃうのとか言いながら、まあご飯食べてたわけですよ、はい、でその後にあの京都のあの鴨川、はい、あるじゃないですか、鴨川にこうポン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 とこう座っていくんですよ、で話とかするんですね、カップルが、はい、ほんでそこでこう座って喋ってたんですよ、ほんでほんまにぶりっ子でものすごく可愛い子なんですね、でうわ可愛いなー言うていろいろ喋ってて、話もしてて映画面白かったなとか話してて、で今日どんなパンツ履いてんのと、いやそういう話になりまして、それはさておきね、それはさておきいろいろあったけども、まあどんなパンツ履いてんの、でどんなパンツ履いてんのと、ほんなら今日はキティちゃんのパンツ履いてきた、キティちゃんのパンツ履いてきた、キティちゃんのパンツ履いてんや、かわいいな、ちょっと見せてって言ってこうパッと見たんですよ、ほんならキティちゃんがちょうどここやったんですよね、ここのキティちゃんパッと見たら、キティちゃんのこの繊維から毛がクワッて出てた、もうこもう嘘いっぱいいっぱいな、もうキティちゃんやばいやろ、全然やー、そんなやだわ、めちゃくちゃぶりっ子の方ですよ、絶対やそんな、はい、星来ました、これはどうですか、まだ行ってない人行きますか、あ、大輔行っときますか、じゃあ僕行かせていただきます、はい、あの二松さんの話して大丈夫ですか今、うん、まあ大丈夫かな、三股又蔵、三股又蔵さんの話なんですけど、で3年前にあの俺大井龍馬をやろうと思ってると舞台で、はい、でそれで中岡慎太郎ちょっとやってくれへんか大輔って言われてて、でいろいろこう熱いこと言われて、僕口説かれて、じゃあやりますっていうことになってたんですよ、ほんでまあ何ヶ月かして、ようやく決まったと、で最後の打ち合わせしようと、で飲みながらしよう言って、で下北のあのいいママがいるとこいるから、そこ行ってちょ打ち合わせしよう言って、ほんで行っていろいろこう打ち合わせしてたら、うん、初めに言うてたことと全然違うんですよ、うん、ほんでなんか腹立ってきて、腹立って、いやもう初めに言うてることと全然ちゃいますやんと、うんうん、全然熱ないやんおっさん言って、うん、ほなと僕やりませんって言うたら、言うだったんや、お前何を言ってるんだ今更と、うん、お前はもう中岡慎太郎なんだぞといやそう言われても知らんな、最後の打ち合わせやし、まだいけますよねっていう、そんな感じだと僕絶対やりたないって言うから、うん、いや何言ってんだお前、誰に言ってるんだお前なあおみたいになって、ほんでも何も聞かしいなと思って、いやすいませんと、ただいや言う通りにやったあったら僕も絶対やりますと、力貸しますと、そやけど全然違うと、なんかものすごいもっさい、なんかちま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 してるやんっていう、ほんならもういいお前表出ろって、でうわ何これ思って早く来いって言って出て行かはったわけですよ、で僕もしゃあないなと思って、うん、まあ出たんですよ、ほんなら、お前は誰に言ってるんだ言うてバチーン来たんですよ、で言ったと思いっきりなこいつお前いやすいませんと、いやただ僕何発どつかれても、もう絶対やらないですからって言うたら、お前、うん、本当に言ってるのかお前お前はみたいな、また来たんです行ったと思って二発来よったことは我慢やと、先輩やしすいません、でやるのかって言われて、いやなんで二発叩かれてやるんだよ
始まってるやん、ね、ほんで僕はやりませんって言うたらもううんぐらいでラーって言ってまた来て、で三発来られた時にもう我慢できんようになって、僕も三松さんバーンどついてもうたんですよ。ほんなら三松さんあたー言うてバーン倒れて下北で、ほんでなんかちょっと泣き出したんですよでうわ何これ気持ち悪いと思ったらバッと起き上がってきて、これを待ってたんだよ中岡って言ったんですよ気持ち悪いなほんま気持ち悪いねあのごめんなさいもう僕違いますからやりませんから探してください他でいやいいの入った中岡なんかものすごいなんか気持ちようなってるんですよもうほんでもう僕気持ち悪くて怖くなってきて、いやもう僕帰りますと、で僕絶対やらないですからって言ったらちょっと待って、なあやるだろうな顔かっつって、いいの持ってんじゃないかみたいな、ね、でいや僕もう嫌やからタクシーで帰りますって言ったら、じゃあ俺が送って行ってやると、いやもう送ってくれんでいいです僕一人で帰りますから、いやじゃあお前の家の前で降ろして、俺はまた自分のところに帰るから、それだけやらせてくれっていう、いやそれももう気持ち悪いね、なんでそんな嫌がってんのにグイグイ来んのみたいな、いやいいから乗れっつって、いやいいからいいから乗れっつって、で僕奥に入れられて乗ったんですよ、でまあどこどこまでってその時住んでた僕の家に言うて、でタクシーで行ってたんですよ、ほんならいやあのちょっとな、まあこういうことになったけど、あのソープ奢ってやるよいらないです、ちょっと待っとく、行くからちょっと待っとくっつって電話して、あもしもし、いつもお世話になってます三又ですけれども、今からちょっと2人ダメ、あダメですか、わかりました、またお願いします、はいはいはいって言って、大輔まあソープ無理だったいやソープ行きたないしいいですって、ほんで僕の家がちょうどファミレスの裏やったんですよ、ほんでファミレスのとこパッて着いたら、じゃあスープおごってやるって言ったらスープいらスープいらもんいやスープ飲もうでいりませんスープもいりませんで僕も帰ったっていう、まあ、そういう話、大輔です、本当に僕番組出させていただいたのはこの滑らない話からなんですね、で僕松本さんにすごいこう本当になんか感謝してるんですけど、その松本さんを一回ちょっと殺しかけたと言いますか、穏やかじゃないね、その話をちょっとさせていただきたいんですけど、あの7年か8年前ぐらいに、あの大輔沖縄行こう言って沖縄連れて行ってもらったんですよ、で4泊5日ぐらいの旅で、でまあ、あのいろいろとこう楽しい旅行やったんですね、あの夜星見に行こうとか、なんかそんなちょっとね、あのプールでちょっとみんなで遊ぼうとか、本当すごい楽しかった、で最後の日になんかこう花火でもしようかっていうことになって、その3日目の夜にじゃあ明日の夜やるか、今日の夜ちょっとあの花火できるとこちょっと見つけに行こう言って、で僕と後輩と松本さん3人でそのホテルのちょっとビーチの、あのちょっと向こうに野原みたいなとこがあったんで、そこ行ってちょっとあのできるか探しに行こうか言って、ほんであのホテルから B さんで3人でバー行ったんですよ、でそのプールのちょっとあの出たとこのその野原の入り口みたいなのに、ハブ注意って書いてあったんですよ、ほんで僕ヘビめちゃめちゃ嫌いなんですね、でいやちょっと待ってください兄さん、ハブ出ますよこれマジでこれやめましょう、こんなとこで僕できないですよ、大丈夫やってってで、マジですかって言うて、ほんでまあ行きましょうって、いや怖い怖いって、ほんで後輩にちょすまん、もうちょっとおんぶしてくれとも、その砂浜になるまでちょっとおんぶしてくれ、もうキュッたらもう終わりやから猛毒やからハブっていうのはいや大丈夫ですよ言うて、うん、まあ言うて、ほな兄さんがなんか分からへんけど、抱き出たみたいな、ほんでうわみたいな、ちょロープですよやめてくださいよとかほなキャ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 笑って、ほんでまたしばらく歩いて、
なんか普通の話してまたうまいんですよ、びっくりさし方が、うんうん、ほんでなんかバーって喋ってる時に大気出たうわーいやこれコードですやんなんかのコードですやんやめてくださいほんま怖いでもう無理です帰りましょういや行こう大丈夫やからほんでそのなんか広場ぐらいまで行くもうギリギリのとこで、うん、ほんまにうわー出たってばはったら、うん、本物のハブやったんですよ。で松本さんがここで僕で後輩やったんですよ。で出た言ったらその辺に出たんですけど、うん、もう僕本物やと思った瞬間にわけわからんようになって松本さんをバーン押してたんですよ。うわーって、うん、ほら松本さんバーン押されたからそのハブの上を大輔何やってんねんそれでも俺もう無視してブワーン帰ったっていう、ね、話なんですけれども本当にね危なかったってほんま怖がりやもんな、いやあれは怖いですよ足かってこう足を後ろからキュッてつまんだらうわあそれもありましたもうキュッてやられるんですようわちょやめてくださいもうその冗談みたいなだんだん腹立ってきていやそういうことがあって、まあ、殺しかけたと言いますか押したらダメですよいや押したらダメですよ、ね、すいませんさあ行きます一発目あ不審、これはやっぱ大輔わかりましたえっと春ぐらいですかね去年の、うん、釣りが好きなんでちょっとこう千葉の野池に釣り行ってたんですよ、うんうん、でブラックバス釣っててでずっとやってたらなんかだんだんお腹痛くなってきて、うん、でもそれ山の中やったんですけどであちょっとトイレ行くのもこれもうちょっとコンビニ行くのも間に合わへんなと思ってでずっとやってたら ものすごい痛くなってきたんであもうちょっとのぶそしようと思って、うんうんで車からちょっとトイレットペーパー取ってで場所探したんですけど場所がもうこういうちょっと山道みたいなとこやったんですよでうわどこでしょう思ってもうでももう垂れるしなと思ってもう、ま、前かしとこうへんか思ってこういうカーブのこのここら辺でもう無理やったんですよもう分かるよもう無理やったんで、うんうん、もうしゃあない思ってもうそこでガンやったんですよ、うんうん、あ助かったな思ってけどずーっとなんか痛くて、あ痛い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 ああ言うてずっとやってたんですよ、ほなら向こうの方からいや そっち行ったらあかんみたいなあそっち行ったらあかんよもうはいはい言うてなんか散歩ので落ち葉のこのパサッパサッっていうのが聞こえてきてちょっと待ってくれと、うん向こうからもう散歩の人来はる思ってでこうカーブでここ山なんですよ、うん、兄さんの分かりますこういうカーブで、うんはいはい、こうで、ね、こうやっててうわちょっと待ってと、うん、向こうからパサパサってその音も近づいてくるんですよ、うん、ほんで、行ったらあかんよそっちみたいな、うん、なんか言うたんですよおばちゃんが、うん、ほんでパサパサパサって聞こえてうわこれどうしようかなと、うん、でももうここでパンツ上げることもできなかったんですよ、うんこれどうしようかなってこう行ったらパサパサって足近づいてきたんですよ足音が、うん、でパサパサって来たらひょこって顔出たらヤギだったんですよ白いでヤギと思っててっきり犬やと思ってたんでヤギがこう来てヤギと思って俺ヤギはなんか言うて言うやろびっくりしちゃったんですよねほんでもう言うてこう行ったら次おばちゃんが行ったらあかんよ言うてこっち来はったんですよでカーブ曲がったとこ俺もううんこしてんすよううんこしてるもんでまだちょっと立てなかったんですよほんでもうどうしようかなと思っておばちゃんと目を追った時に、うん、はぁって言うたったんですよおばちゃんに俺わかりますわからんわかりますよ、ね、おばちゃん曲がってきたおばちゃん曲がってきたおばちゃんがはってなった時にもうどうしようもなかったんでいやほんまに分からんほんまに分からんいやそれすいませんもおかしいしいやすいませんすいませんいやすいませんすいませんおばちゃんの庭でやってたすいませんですよいやすいませんしかないやん不愉快な思いさせて汚いもの見ててすいませんがないやんまあまあ人は威嚇とかなんかあるよその中から選んだんが何やってへぇ聞いたことない音ほ
な何事もなかったようにおばちゃんそのまま後ろスーッて行ったんですよ、で向こうでまた「メー」って聞こえてああよかっためちゃくちゃ怖かったやでまだだったら突然のぐぞしてるやつに何て言ったんや何でや引き出しにあったなよろしくその「が俺ないわとっさに出ないガーッ開けても「へぇ」はないわもう欲しい来たらもうやめてください何で何であすいません欲しい来て「大輔」って言われたら何て言う最強っすね。一音で終わらせられと。何にやってんすよ俺にやるの。滑らない話。やめてエロが取ってくる。あら大輔また来ました。早っ。ちょっと待ってください。大小のノートの意味が分かんない。1個にできると思う。フラッシュ合わせて。同じ大きさにしたらいいでしょあのこれ天素の時の話なんですけど天然素材はい、はい、天然素材の時の話なんですけど、まあ何年かやってて、よう頑張ったとで、その吉本の上の方に、うん、でちょっとこうみんなでじゃあサイパン行こう言ってでサイパンみんなで連れてってもうたんですよほんで僕らも20とか21ぐらいやったんでもう着いた瞬間にもテンション上がってみんな飲みまくったりいろいろしてたんですよ、うん、で夜にみんなでわーって飲んでる時にあれ木村君はバッファローゴロの木村さん、うん、あれいい日なって言うてて、うん、でまあええやん言うてほんでみんなでその初日の夜はみんな楽しい飲んでたんですよで次の日の朝に僕パッて目覚めてじゃあバイキング行こう言ってでバイキング行ったんですよ、うん、ほんならバッファローゴロの木村君がいたんですよ、うん、でいや木村君何してたん昨日みんな楽しい飲んでたのにって言ったらいや13時間ぐらい寝ててんって言うていやもったいない言うてサイパン来て初日に13時間寝るってアホちゃうかいや分からん寝てもうてみたいな落ちてもうてみたいなああそうなんや言うて落ちてはないやでね、うんであでこうなんか喋ってたんですよで僕まだバイキング撮ってなかったんですけど木村君さっき撮ってたんですよで食べながらずっと僕が昨日ねこんなことあってこんなことあってねって喋ってる時にずっとねなんか食べながらアメリカのヨーグルト酸っぱいわはいアメリカのヨーグルト酸っぱいわ言うんですよで何なんアメリカのヨーグルト酸っぱいっていや違うそんなんどうでもええから言っていろいろ喋ってたんですよほんでほんで僕じゃあちょっとすみません言ってちょっと取ってきますわ言ってバイキング取りに行って、ほんでこう一通り取った時にあヨーグルトある言ってたなと思って僕もヨーグルト食べたいなと思ってヨーグルト探しに行ってもどっこもなかったんですよ、あれヨーグルトないなと思って、ほんでサラダバーのとこ行ったら白いのがあったんですよまさかまさか、そのまさかのドレッシングをヨーグルトだったんですよ君らくんって言ってアメリカのヨーグルトが酸っぱい違うでって言ってドレッシングが酸っぱいねんでって言ってマジでみたいなそんな寝ぼけたな寝ぼけたわさあさてあ、はい、今日いい感じで1年ぐらい前の話なんですけど、去年相川翔さんが芸歴30周年かなんか で主演の映画を撮るで、その品川が監督で撮った Z アイランドっていう、でそれを僕も出してもらってたんですよ、コムでも出たんですよね、でそれで出てなんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ、で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、で東京に帰ろうか言うて夕方ぐらいの新幹線に乗って帰ったんですよ一緒に、でこう帰ってる時に僕がこう座ってたら名古屋ぐらい過ぎたぐらいで宮川ちょっとタバコ吸いに行こうよ言って翔さんが僕のとこ来はってであ行きましょうかって言うて、その新幹線が古いやつで、で喫煙室とかじゃなくて席のあるやつだったんですよ、でそこ吸いに行こうってこう僕が先頭でこう歩いて翔さん後ろでずっと行ってたんですよ、で何号車かわからないですけどすっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ、うん、
って言うて、うん、でうわだいぶ疲れてるおっちゃんいいなぁ思って、うん、でその号車行ってタバコ吸うてで帰ったんですよ。でその号車おっちゃんさっきいびきの人がやはり号車に入った瞬間にまたファーって聞こえてるんですよ、うんうん、俺シロさんが誰だうるせえなーみたいなで、あはいそうですねって言ってほんで僕こう通りながらそのおじさんのとこ近づいていったらそのもうガラガラやったんですよ、うん、ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにしてジャケット脱いで、うん、でそのじゃ結構太ってはったんですよ、うん、でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ席に ねでシロさんうるせえなーって言ってはったからちょっとね、ちょっと気になって見たら、よう見たら、寿司三昧の社長やったんですよ。すごいよ。ね、ほんでもう、ふぅーってなってはるから、あ、寿司三昧の社長やと思って。で、翔さんに、うるせえな、歌ったら、寿司三昧の社長さんですって言って、で、僕横通ったんですよ。ほんで、翔さんが、その、社長の横行って、おぉ。で、やらはるんですよ。え、何と思ったら、ほんなら、社長も、社長、社長ってやってて、ほんなら、急にもうバンバンやほらびっくりして立ちはってんけどもなんかこんななってはいはいはいみたいな急にもう爆睡されとったからそれも結構な力で社長社長やからはいって言ったら相川ですまた行きますって言うてほんで社長もああありがとうございますって言うたんだけどいやちょっとショウさん待って起こすと思ってあんだけ爆睡してはるところ何言うんかなみたいなまた行きますで、ね、起こす大した話じゃない全然大した話しちゃうんですよでまた行くから言うてショウさん行きはるんですよほんで僕いやもうこれもうちょっとショウさんと思ってでちょっと社長もほんまだいぶバーンなってはったから謝りに行こう思ってあすいませんでしたって言ったらみたいなで俺のことも誰か分かったらあので締まり際に見てたらなんか見た分かりました何とも言えない何なのこれ寿司三昧のちっちゃいやつ寿司三昧のほんまかお前いやほんまですほんまですもうほんま何なんやろようこそ世のちっちゃいやつやほんまですびっくりしたんですよそれは熟睡しててポンポンってされて相川翔やってまた行きます言われてさっき言われたそんなことびっくりしたんですよそれで起こすんや翔さんっていう話やろ、ね、いやー滑らないですね本当にあーおもろあーおもろさあそろ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 、ね、うん、去年ですね去年ちょっとうちの父親が、うん、あの体悪くなりまして手術して入院したんですよでまああの結果は全然大丈夫やったんですけど、うんで心配やから手術した後からずっとしばらく行ってて、うん、でお昼ぐらいに大体お父さん大丈夫かって言ったんですけど、うん、お昼ご飯の時に、うん、あの手術後ってこう血糖値がめっちゃ上がるんですって、だからあの血糖値を調べてから血糖値が低いとご飯食べてもいいみたいな、うん、で毎回こうお昼に測りに来たはってで大丈夫かって大丈夫や言うてよかったな言うてで宮川さんちょっと測りますねって測ってなここにちょっとなんか細いのでこう刺して、うん、その血をなんかにこう乗せて血糖値測るんですよ、うんはい、で宮川さん測りますねってで測ってあれ血糖値高いですねなんか食べはりましたいや食べてへん言って、うん、何も食べてへんあそうですかってじゃあちょっとインシュリン打ちますね、うん、いやもうインシュリンやめてくださいもう嫌なんです言って、うんでお腹めくってうわって言ってうわ言って打たれて、うんで、あ、大変やな、お父さん、言うてたんですよ。で、二日目行って、ほんで、もう一回、お昼ぐらいに行ったから、また調べます、言うて。で、やったら、また血糖値高くて、あれ、宮川さん、また血糖値高いですね。おかしいですね、こんな。なんか食べはりました。いや、何も食べてません。で、おかしいなと思って、その看護婦さん、どっか行きはった後に、冷蔵庫を開けたら、焼きプリンビッグみたいな2つとでかい方腹立つなで炭酸飲料で乳酸飲料ほんでなんか缶詰のなんかあのフルーツのゼリーみたいな、いやお父さんこれ食べてるやん、うん、
いやもう我慢できんやん。いやもうあかんって、これ今はおとなしい人かなあかん、これ持って帰るねん言って。で絶対食べたらあかんで、ほんまに言うて、今は大事にしとかなあかんって、うんうんうん、分かった、お前の言う通りやな、ほんまに悪いなって言って、うん、いやいや、泣かんでええから頼むし、もう食べへんかったらええねん、うん、元気になってから食べよう言って、うん、でまた次の日行って、うんうん、でまた測りに行きはったんですよ、うん、また高かったんですよ、うん、でちょっとお父さんで、もう看護師さんいる前で言った方がええわって、うん、お父さんなんか食べてるやんって、うんうん、いや食べてへん、いや食べてるやん、またこれは言うて親子喧嘩始まったんですよ、うん、食べてるやんって、何食べたんって言ったら、もうまおって言ったんですよ。夜中の王様のもなおでっかいやつや、あかんねん、腹筋みたいなやつやろ、もうでっかいもなお食べた、腹筋みたいなやつ、あでお父さんもなおあかんやん言うたら、分かった言うて、もうモナを食べなさい言うて飲酒に打たれてた、してやって言う腹立つな、いや腹立ちましたね、商品名で言うね、でも今は元気になってんな、はい大丈夫です、よかったよかった、言ってないわあ、欲しい、はい、これじゃあ大輔、じゃあ僕行きます、これ僕18歳の時の話なんですけど、あの NSC 卒業してすぐやったんですよ、はい、で、まあ、天然素材っていうのを組んでて、その時にこう原西さんと仲良くなって、うん、で原西さんが実家に住んではったんですけど、家泊まりに来いや大輔言うて、うん、であのその住んではった団地まで行ったんですよ、で僕はあの山の上でずっと住んでたんで、その大阪の団地とか行ったことなかったんですよ、でうわこんなでっかい団地あんやみたいな、でエレベーターこっち乗って7階まで上がって、そっからこうビートに移ってまたこっから上に行くとか、何なんですかこれとか言ってこういろんなことをこう質問してたんですよ、で原西さんの家着いて、で原西さんの家入ったらなんかうん、ちょっと思ってる家じゃなかったというか、あちょっとなんかこうまず貧しかったというか、いやちょっとそんな貧しくないよ、思ってるよりか、まあ立派やから、えそう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 、うん、ほんで、はいはいはい、あわ こんなとこ住んではんやみたいな、ほな俺の部屋こっちやでみたいな、うん、ほんならもうほんま暗いとこバッと入っていって、はい、なんかと扉でもなかったんですね、あのガシャガシャみたいな何やこの塔って何なんですかこの塔みたいな、え普通やろみたいな、ほんでまあ原西さんの部屋入ってな、弟もやってでお父さんもいて、まあお母さんもやってみたいな、で原西さんの部屋でいてたんですけど、まあ結構狭くて、あ こんなとこに住んだはんやとか、でこんなとこに住んだはってこんな面白いんやとか、なんかねいろんなことをこう興味持ってたんですよ、でいろいろお話しして、でなんかジュース飲むとか言って、うん、あジュース飲みますよ言ったら、なんかコップももうなんか透明のグラスじゃなくてもう傷だらけの真っ白の白くなっちゃってるやつね、白くなっちゃってるやつ、街の中華屋の中華屋みたいなもんで、ね、摩耗してってで氷もなんかあの鉄でこうガッて割るやつ覚えてます、あの金のこうやってやるやつ、あれやってうわ懐かしいっすねこれ、えうちずっとこれやでみたいなこうでシャッてやって氷入れそう、もう氷もなんか真っ白なんですよいやいや普通もうちょっと僕の家の氷やったらもうちょっとクリアな部分があんねんけど、カルキ多めなんかな、真っ白なんですよ、真っ白いですね原西さんとこの家の氷言ってたら、えうちずっと氷白いで、なんでいつもそれ返すの原西さん、向こうはもう全然向こうは当たり前のことですからなんとも思うてやん、ほんで結構こう喋っててなら大輔風呂入るかって言って、え一緒に入るんですか、もう一緒の方が早いやん言って、うん、それも変わってはんなと思って、でお風呂入ったらまあちょっと狭いというか、うん、でそこ入って、で僕湯船使って、うん、でぬるっとしたお湯やったんですけどいや人が来る時って後輩来たら入れ替えこれぬるっとしたあれこれ2日目みたいな、何回も使ってる、いやいいんですよ原西さん、もうすいません、その時は思ったんですよ、これ2日目ちゃいますとか、え風呂なんか3日ぐらい買えへんやろうちそうやでみたいなまあそういうのがあってごめんなさいね、ほんで風呂上がったんですよ、ほんでこう拭いてたら
花見さん体拭き終わった後こあのタオル置いたるとこがこっちにあるんですけど、出たとこにカゴが3段ぐらいのやつで一番上に白ぶりが4、50枚置いてあるんですよ。4、50枚ほんまに。ほんでそれを一枚ファッて取ってサッと入って、まあ白ぶりもびっくりしたんですよ。あんな面白いですよ白ぶり開いてんのって。4、50枚あるし、原西さん白ぶり4、50枚持ってんすかって言ったら、ほんなら原西さんがん、いや白ぶり親父と弟と兼用やでって言ったんですよ。あります、そんな時。何が腹にすけない。いや、なかなか白ぶり兼用なんすか。どんどん上から取っていくの。上から取っていく。そうそう、だ兼用やからもう、もう全部トロントロンなんですよ。トロントロン伸びてもうて、ま、伸びてもうて。どう思います。その双子の兄弟とかまだ考えられる。そこに親父入ってきます。誰も文句言わへんというね。でも本人も全然不思議なことやと思ってないわけやからな。それは当たり前やったんですけど、それでちょっと僕は本当びっくりしてしまいましたねっていう話なんですけど。あ、それ俺も行った家かな。お母さん亡くなって、はいはい、そうです、あそこです、あそこです。面白いお母さんで、俺ちょっとお母さん線香あげに行こうもって行った、そこあの団地やんな。あっこです、あっこです。ありがとうございますって、うちのおかんいつもここ座ってたんですっていう、このテーブルに世界地図あったんです。どういう意味、どういう意味やな。世界視野に入れてたんかな。いろいろ楽しかった。世界視野に入れてた。だいぶ志半ばですよね。申し訳ない、申し訳ない、ちょっとあれ言い過ぎました、すいません。ちょっと言い過ぎや、ほんまに。いやでも白ぶり兼用あります、そんな。びっくりしました。まあ家族愛や、家族愛。よっしゃ。おっ、はい、ちょっとお待ちください。あ、どうした。ちょっとどうでしょう。あ、ちょっと暗殺あるじゃないですか。待ってくださいよ。めちゃくちゃ書いてあります。めちゃくちゃ書いてるじゃないですか。決まりました、これですね。僕中学校の時に、うん、あのずっとボーイスカウトやってたんですけど、うん、中学生に上がったらなんかカブスカウト のリーダーをやるわけなんですよ、うん、ほんでカブスカウトというのはあの小学校を超えてないんで、絶対あのキャンプ場でテントで寝ることはダメなんですね、うん、だから絶対旅館とか泊まらないとダメなんですよ、うん、ほんでハイキングとかして、ほんでまあその旅館に泊まってたわけですよ、うん、で夜9時半ぐらいになって、あの見回りとこへ宮が言われて、で見回りに行ったんですよ、うん、ほんでこうみんな真っ暗なんかこう懐中電灯持ってこう行ったら、なんか一人シク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 泣いとるんですよ、うん、ほらもうホームシックかと、うん、1日目の夜にホームシックかと、うん、これちょっと慰めたらなと思って近くにこうそーっと行ったんですよ、うん、ほんで泣いとった竹内くんっていうやつなんですよ、うん、ね、で竹内くんがもうってなってたから、竹内くん、竹内くんどうした、大丈夫、なんで泣いてんの、ホームシックかって言ったら、うん、え、うん、どうした、うん、竹内君どうしたって言ったら、こう布団から手をゆっくり出しとったら、うん、親指にクワガタのメスがパッチーン挟んでる。パッチーングーなって、もう竹内君のここシロシロなってるんですよ。んで、えって言って、あ、どうしたん竹内君って言ったら、あの昼間のハイキングの時に見つけてポケットに入れといて、それを思い出して今どうなってるかなんてやったら、ここにこうなって、でで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 言うて喋ってる時にまたメスグーッやりよった。その瞬間にも、その瞬間にもグーッやりよったんですよ。で大丈夫かえたら、いやこれさっき捕まえて、何でででで喋るみたいな。かわいそうです。いや、かわいそうでした。ほんまにめちゃくちゃかわいそうです。シクシク、これはね、痛いですからね、メスは。いや、滑らないですね、ダメでもね、怖いね。えこれは最近の話なんですけど、松本さんとご飯をあの食べる約束してまして、で僕ちょっと髪の毛切ってて、で髪の毛切り終わったんで兄さんに電話したんですよ。で今どこにいんねん、いや僕恵比寿にいます、ほな俺まあカプリチョーザでちょっと食べてるから来てくれやと、カプリチョーザで食べてるから来てくれやと、分かりましたすぐ行きます言うて電話してたら、横にこうタクシーがプーって来たんですよ、ほんなら向こうの公園から猫がビャッと走ってきよったんですよ、ほんでタクシーの前輪にグルンってなって、
自分の目の前に仰向けにペーンって落ちてうわーって言うたでうわか死んだと思ったらグッと思って向いてうわーって言って向こう行きよったんですよ。あれ生きてたんやもん。カリナにまつわる話ばっかりやろ。カリナがいやばっかり。カリナばっかりやろ。お前お前あ、大輔、うん、はい、あの他局なんですけど、僕はあのいろんな世界のお祭りでやってる、ね、どんだけ盛り上がってるか調べに行くような、はい、あのレポーターやってるんですけど、そんなのこうやってできん、すべらんなすべらんなすべらんな、あの他局なんですけど、僕はあのいろんな世界のお祭りでやってるね、どんだけ盛り上がってるか調べに行くようなあのレポーターやってるんですけど、あのメキシコに行った時に、35メーターのこんな鉄柱があって、で上にこう四角い輪があって、でそれに自力で登っていきまして、でそれをこう裏からこう駒みたいにこうロープを巻いていって、でこうそこから降りて4人で一気に逆さ向いてこう遠心力でこう駒を回ってくるっていうね、そのロケに行ったんですよ。ほんで、実際にその 35m からやらはるプロの人を見て、ものすごく怖くて、こんなもん絶対できひんでと思って、ほんでスタッフに言うたら、あのスタッフが「いや分かってます」と、あのちゃんと、そういう専門学校みたいなのがあるから、そこであの低いところから練習しましょう言って、でその降りてきはったその人に、じゃあそこ連れて行ってくださいって言ったら、僕の親友やと、で昔はもうこれのすごいあれやってんけど、今ちょっと事情があってできひんやけど、まあそこ連れて行ったろから行こう言うて、今そこの校長先生やってるわ言うて、でそこ行きましょう言うて、さあそこで練習しましょう言うて行ったら、校長先生が車椅子でバーン来たんですよ、こうやって。あれ、いやもう、うわ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 、落ちてもうてるやん。そうですね、昔やってて、今は絶対落ちてもうてますね。ほんでも言えなかったんですよ。落ちてるやん。なんでここやねん思って、でも言えなくて、ほんなら、なんか、これで大丈夫ですかって言ったら、まあ僕を信用しろと、大丈夫や、言って、あそこから言って、絶対落ちないよ、君は大丈夫だよ、みたいな言うんですけど、もう説得力がなくて、で、スタッフの人に、すいません、言って、うそつ気づいてたんですけど、あの方、落ちられてますよね。あ、言うたんや。はい。言うたんなら、そうなんです。いや、それ変えてんやろ。そんなもんこうやってできんわ言うて、違う専門学校に行って、まあ、教えてもらって無事成功はしたわ。怖いです、怖いです。いや、すいません、本当に行きます。ねえ、あー、大輔、はい、僕あの ABC 漫才コンクールっていうのに、あの元あ相方の星ちゃんと、あのチュパチャップスで出るその前夜ですね、星ちゃんの家で、あのネタ合わせしてたんですね、でネタ合わせ終わって、で星ちゃんがさっきあのシャワー浴びて、ほんで次大輔入り言うて僕入ったんですね、で出てきたらもう星ちゃんあの寝てたんですよ、で、あ、星ちゃん寝てるなと思って、で寝顔を見たらちょっとこう苦しそうな顔してたんですよ、でこう手パッてやったらこうここ、こうお祈りした感じで寝とったんですよ、で、あ、なんや、明日優勝したいねなと思って、星ちゃん頑張ろうなって思ってたら、なんかちょっとたまらん気分になってきまして、僕はあの星ちゃんにあのキスしたんですよ。どういうこと？いや、もうね、いや、あんねんから、もうね、なんか、なんか、分かんないやろ、これ、コンビだったら、分かんない、いや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 、なんかね、もうなんか、愛おしいなってきたんですよ、愛くるしいみたいな、ほんで、なんか、たまらんようになって、星さんにキスしたんですよ、後日談で、それ、あれやったんですよ、星さん、実は気づいてたんですって。こう寝てて、うっすら寝てたら、僕がキスしてきたことを気づいてたんですけども、どうしようもなかったんですって。
ほんで、うん、何してんやろ大輔って思って、うん、で 息も荒くなってきたんで、うん、星ちゃんはもう言うに言えんようになって、うん、で次の日 の ABC の, あの決勝の時に、うん、変な感じでネタも噛み合わんようになって、うん、正直賞取れへんかった変な感じでなんか意識しちゃっても意識しちゃってたんですよ、まあ、その話はちょっとあったんですけど、僕もう一個ありまして、あ、大輔、はい、これあの姪っ子の話なんですけど、はい、あのお姉ちゃんに、うん、あの娘ができたんですよ。でそれが3歳ぐらいなんですけど、で3歳になってなんかディズニーランド行きたい言うて、はい、東京の僕の家にあのお父さんとお母さんと、うん、お姉ちゃん夫婦と、うん、その姪っ子と来たんですよ、うん、ほんで、うん、あの初めてやったんですね、うん、でちょっと僕のとこのリビング、まあちょっと広いんですよ、うん、でフローリングで、うん、ほんならその姪っ子がものすごいこう嬉しなってうわー言うて走り回ったりして、危ないで危ないで言うて、ね、走り回ったりして、うん、フローリングやからバーン滑って頭ゴーン打って、うん、うえー泣いたんですよ、うん、で、あー大丈夫かって、痛いの痛いの飛んでいけ言うて、うん、ほんならはぁ飛んでいったみたいなんで泣き止んだりとか、うん、あほんとこれええな言うてて、うん、でもずっと3日ぐらいいたんですけど、なんかよこけるんですよ、うん、ほんで痛いの痛いの飛んでいけで初めは泣き止んでたんですけど、全然もうそれ聞かんようになったんですよ、うん、飛んでいけって飛んでへん痛い痛い言うて、うん、ほんならあのうちのお父さんおじいちゃんが、うん、それおじいちゃん の口んとこほってき言うて、うん、おじいちゃん食べてあげるわ言うて、うん、でまたバーンなってウェーなってる時に、痛いな痛いのおじいちゃんの口飛んでいけ言うて、うん、ほんならおじいちゃんがあっ言うて、痛い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 言うて、うん、ほんならめっ子はわー言うて笑って、うん、あそれええな聞くな言うてたんですよ、うんうん、ほんで1ヶ月前ぐらいですかね、で僕あの休みができたんで、うん、あの京都に帰ったんですよ、うん、であのお父さんいるはずやったんですけど、帰ったらいい日んかったんで、うん、お母さんに「あれお父さんどこ行ったん?」って言ったら、うん、いやちょっとなんか体調悪なってあのちょっと病院行ってはんねんってなって、で検査して今日結果出んねんみたいな、うん、あそうなんや言うて、うん、でメイクもいて、メイクが「わ大ちゃん!」言うて喜んでて、うん、あのテンション上がってたんですよ。で僕遊んでたら親父が帰ってきて、暗い顔で帰ってきて、お父さんどうしたんって言ったら、いやちょっと検査引っかかってもうてな、ちょっとあの入院せなあかんかもしれんねん、あの検査入院やけどみたいな、うん、えマジでって言うてて、でまあ大丈夫やろって言ってた、おじいちゃんお帰りってまだ走ってきよった時にバーンこきよったんですよ、うんうん、ほんならあのあ大丈夫か言うて、で僕が痛いの痛いのおじいちゃんの口に飛んでいけ言うたら、うん、お父さんが、うん、いや今事情があって食べられへんこわっ今まで優しかったおじいちゃんに言われたから余計うえーって泣いて、いやお父さん今食べたったらええやん全然関係ないやんほら急に親父もなんか今までちょこちょこ食べてたもん関係あるんかもな何パニックやったっていう話なんですよ。へえ。小さいおやじですよ。そうだったら関係ないんかもしれんな。いや関係ない。食べだったらええんですよ。行きまーす。はい、宮川君、はい、大輔。これすごくちょっと短い話なんですけど、はい、僕お酒飲んでベロベロで寝てしまうと、はい、次の日大体もう裸なんですよ、うん、全部なんか寝てる間にこう脱いでまうんですよ、うんうん、でなんか二日酔いでわっと起きて、ああ気持ち悪いと思って、うん、でまあトイレ行こう思って、うん、であまた裸なってる思いながらトイレ行ったんですよ、うんでトイレでこうねしよう思ってこうおしっこをシャーって出した瞬間に、うん、蚊が一匹こうプワーって生きよったんですよ、うん、でうわ蚊やと思って、こう殺さなと思って、うん、でも出してますから、うん、一瞬こうガッて力入れて止めてその蚊をこういったんですよあ頑張ったできん、なら頑張ったできん、でこう外行ってその顔見つけてそこを走っていって、うん、でここにおるからって叩いて殺したんですよ、うん、その瞬間におしっこブワッ
みたいな。なんか解放感から出てたみたいな。解放感からの解放感からの終わられたっていう。すみません。まあでも勝ったよね。一応勝ったもんね。勝ちました勝ちました。そこは勝ったもんね。勝ちました。退治したもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあまだまだいきます。面白いですね。本当に。はい。来ますね。来ますね。大丈夫ですよ。あの僕小学校の時に、国元いうやつがおったんですよ。でその国元はどんなやつかと言いますと。うん、あの注射が怖いんですね、うん、ものすごく、うん、ほんで先生が明日あのインフルエンザのあの注射あるからって言ったら、もう国元はビビってもうて、うん、老後老死にって歌い出すんですよ、うん、阪神ファンなんですよ、うん、阪神がめちゃくちゃ好きなんですね、うん、だから自分をこう勇気づけるために絶対老後老死にって歌いよるんですよ、うん、ほんで当日になるじゃないですか、はいはい、ほんならもう朝から「国元おはよう」言うたらもうずっと「ロゴホーロ無視ですよ、はい、あ無視しとんなと、はい、ほんでもう並んでるじゃないですか、はい、ほんならもう「ロコロシにさそうと」言うとるんですよ、はい、ほんで国元の番来るじゃないですか、はい、でアルコール塗られるじゃないですか、はい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 、塀に、はい、ほんならもう「ロコロシ」もういよいよやからなですよ、ほんで注射行くときはもう阪神タイガースプレイ、ほんで終わったらカットマセーバース言って家帰るよみたいな。国元すごいですね。あ、大輔。はい。あのこれ僕高校2年の時の話なんですけど、あの高校2年の初めぐらいに、あの全員でこうなんか麻雀打つのが流行ってたんですよ、はい、んでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになって、じゃあ4人で打とうか言うて、ほんで友達の家で、うん、あの麻雀してたんですよ、うん、で友達、まあ、実家じゃないですか、ほんで静かにこうチャラチャラ、あの夜やったからこうあんまり音ささんようにとかして、うん、ほんでずっとやってて、で結構やってたんですよ長い時間、うん、でその間にみんなトイレ行ったりとか、うん、ねなんかいろいろしてて、ほんで夜中3時ぐらいですかね、あのもうちょっと帰ろうかみたいになって、ほんでこうこたつでやってたんですけど、冬やったんで寒かったんで、でこたつでやってたんですけど、で出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって、甘草ってなったんですよ。あの甘草ってあの何ですかね、あのちょっと甘みがある甘草っていう、何やこの甘臭いのってなって、ほんでみんなでこう開けてめくったら甘草ってなって、何やこの匂い、何やこの甘臭いのっていう、ほんで友達が足に打って「俺や甘臭いの」って甘草ってなって、ほんで「お前け」言うて匂って「甘草」って言うて、ほんで、あ、うわ、なんやこれ言ってたら、うん、その、トイメンにおった友達も、うん、俺も甘臭いってなって、甘臭ってなって、ほんで、全員に言ったら、全員が甘臭ってなって、なんやこの甘臭いのって言ってたら、その家の友達が、あってなって、おじいちゃんの家がよ、あの、部屋が横やったんですけど、おじいちゃんとこ行って、おじいちゃんって言って、おしっここぼすなやって言って、ほんなら、すまん聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言って。で、この甘みないと。臭いのは分かると。臭いのは分かると。で、ここ甘みない言ったら、ちょっとこの甘みない言ったら、その友達が、いや、糖尿やねん、じじい。糖尿の甘みこんな甘さなんのっていう話。ああ、俺も嗅いだことないけど、そうなんや。むちゃくちゃ甘臭い。また温められて。ありがよるとか言うもんね、おしっこにね。検索ワード、甘草が上がってくる。なんやろ。あ、大好き。はい。じゃあ、この間なんですけど、僕はあの、中野新橋に昔住んでたんですけど、そこに昔からずっと行ってた、あの、古いもうお風呂屋さんがあるんですよ。それあのなんかもうほんまに番台があってみたいな、ここちょっとカーテンあって、女もちょっとこうあのその
あれでちょっと 見えるかないうぐらいの繋がってる感じで、でそうカーテンで、で僕入ってて、で上がってこうあのベンチに座って、ちょ中なんですけどタバコ吸ってたんですよ、うん、ほんならそこの横に座ってたおっちゃんがなんか、おいどうすんだお前、母さんと入るのかみたいな、ほ、うん、んならパパと入るみたいな、ほんで向こうからバーン走ってきよったんですよ子供が、ほ、うんでパッて見たら子供ピョーン立っとるんですよキンキン立ってるんですよ、ほんでもうあの真っ赤なんですよ、なんかしないけどこうなったし、でわわ立っとると思って僕もファーってついていったんですよね、そこなんですよ、興味はありますよね、立っとる立っとると思って、準備の子供ってついていったんや、小学校1年か幼稚園ぐらいなんですよ、幼稚園の年長ぐらいの、ほなお父さんが、あちょっと待てお前ちょっと待てって言ってお前何やってんだよなって言って、ちょっとこう水風呂のとこ連れて行って、お前何やってんだよって言って、水風呂息子にかけてるんですよ、まあ冷やしたら幼なのかよ、この子供も もう露天風呂入りたみたいでバーってやって、うん、おいちょっとじゃあちょっとこっち見ろ、お父さんの方見ろお前今日何食べたい、今日これ出たら何食べたい、いらないみたいな、いやいらないじゃないだろなあお前ダメだみたいな、ずっとやっててでもうあかんと思ったんでしょうね、うん、その子供の肩持って、うん、こないだおばあちゃんかわいそうだったなおばあちゃん大変だったな、なお見舞いこうなほなその子供こうなってたのが終始ですよってなったえらいもんだお見舞いこうな、これはすごいな、でこれで手伝いで露天風呂を受けたもうびっくりしました、僕びっくりしましたそれはなんかでも分かるな、そうめちゃくちゃ面白かったですけど、いやー滑らないですね、はい大輔、はい、あのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね、で1週間あって、うん、あの中日あの撮休やったんですよ、僕一人だけ、うんうん、ほんでまあお昼頃起きて、で佐渡島って初めてやったんで、うん、ええとこやなと思って缶ビール持って、うん、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、うんうんうん、で海がこうザーって言ってて、あ綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、もうんうんうん、おじいちゃんかおばあちゃんかわからないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなんと向こうの方からこうなんか散歩したはったんですよ、うんうん、でああええ光景やなと思って見てたんですよ、うんうん、でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、うんうん、なんかすごいいい感じやなと思って、うんうん、ああなんかええな思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、うん、でまあ海見てたら、うん、向こうから歩いてきてたんですけど、そのね散歩、うん、ならへえみたいな声が聞こえてて、なんやろうなと思ったら、その犬がちょっとへえっていう変な咳してるんですよ、で変な咳しとんなあの犬大丈夫かな思いながら、タバコ吸いながらまた海見てたんですよ、ほなまたおばあちゃんの草履もザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、ほなまたへえって犬言うてるんですよ、調子悪いなあの犬思って、で一度変が気になって、だんだん海よりその犬気になってきたんですよ、ほんならその変ってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ、でまたその変が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、でも目やにもドローン出てて、あこいつ調子悪いなと思ってて、ほんでずっとへんへんへんって言ってて、だいぶ近づいた時にへんってなって、なんかバーン出たんですよ、ほんで見たらなんかちくわがなんかボロボロの切れかけてるようなんやけど、一本のちくわがブラッて出たんですよ、チクワ出た思ったんですよ、あ、チクワ出たと思って、それが喉に詰まってたんかなほんならバーって出て、ほらその犬がチクワやのにゲボやのに急にやりだすんですよ、ほんでゲでもなんかあのうんこした後
すんのこいつをシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるおばあちゃんこのままなんですよ。ほんで、その犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたもう歩き始めはったんですよ。ほんでその辺やったから、いや何やろうなと思って、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばちゃんももうなんかぼーっとしてはったんで、そのまま行きはったんですよ。だから行ったなと思って、何やったのと思って、ちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方で、へんって聞こえたんですよ。ほんで、あ、ちくわやなかったやの席。そういう話です。ちくわやなかったんですよ。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。ちくわてっきりちくわや思ってました。ちくわや思ってましたもん。ちくわや思ってました。ちくわやと思ってました。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。元からすごいな。奇跡のちくわや。じゃあ行きます。行きます。あ、今日ちょっと大好きでいいかもわからんよ。僕ですか。うん。これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、夏に、あのお父さんが、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほんで山の上で、穴場があるから人全然いい日んとこやから、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ。ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん。ほんでまあ人もいい日ガラガラもう真っ暗なとこですよ。で綺麗に見えて、で見終わった後にほんなら帰ろうか言うて、こう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ。ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんで行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ。お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか。でお父さんだいぶ先行って、で僕真っ暗やから怖っ怖ってお父さん待って言うてガーッ走ってたんですよ。でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほんであの真っ暗なんですけど、あの自動販売機の光で、あっこやと、ほんで、あ、もうあかん、ゴールや、思って、ほんで、お父さんが、よっしゃ、勝った言った瞬間に、シャーンって言うたんですよ。シャーン言うて、うわー言うてるんですよ。ほんで、バー近づいていったら、その駐車場のとこに、あの、鎖が張ってあったんですよ。で、親父気づかんで、よっしゃ言うたら、シャーンって言うとるんですよ。うわー言うて。お父さん、大丈夫言うて。赤お前大好き言うて来る時なかったよなこの鎖来る時なかったね。大好き、はい、ちょっとお時間いただいてよろしいですか。届いきなり、いきなりデカめのノートが先発じゃ来ません。すぐですね。書く隙もないし。わかりました。はい、これ僕が、あの高校1年の時なんです。あの古典の先生で雨川先生いう人がやって、それがもうめちゃくちゃ怖いんです。ほんでもう鍛えてはるんです、いつもやりながら後ろにこうあの鍛えるやつやってはるぐらい、はいはいはい、握力の、ほんでこうなんかこう変えてはるんですよね、でもすぐチョーク折れるんですよ、力強いから。でも怖いからまた降りよった思いながら僕らはこう授業受けてなあかんわけですよ、でこうやってたある日ね、こうやってて書いてて、ほんならその雨川先生が、ガシュッいうくしゃみしよったんですよ、ほんならそれと同時にスーツがピチピチやからビリー破れて首んとこにブラーッ抜けた全部もう後ろからこっからもうシャーってなって、後ろからこうやられたような状態になってたんですよ。で僕らもおもろってハッてなったんですけど、ほんなら先生が一旦職員室行ってきまーす。面白いね。雨川先生です。失敗したかな。全然いいね。全然これはな。はい、大輔。はい。ジョーダンズ。はい。
三松さんの話なんですけど、はいね、はい、金八先生のモノマネする方ね、はい、ほんで一緒に大井龍馬という舞台を一緒にやってたんですね。ほんで、ある日朝楽屋に行ったら、三松さんやはって、で三松さん今日どっから来られたんですかって、いやサウナから来たと、でようサウナ泊まらはるんですね、でサウナから来たと、ようやれますねそんな、家帰って寝た方が疲れ取れますよみたいな、いや俺いいんだよサウナの方がみたいな。ほんでなんかこう着替える時にいつも三松さんサウナでこうパンツ下ろしはったら絶対うんこがついてるんですよ。あもうそれはもう絶対に絶対ついてるんですよ。ほんでギャーったからちょっと衣装着替える前にちょっと一回調べてみてくださいと、一回これで拭いてみてくださいとティッシュ取って渡したんですよ。ほんならお前今お風呂入ってついてるわけないだろう言うて拭き合ったら、うんこいって普通の人が一発目拭いたぐらいの、一発目ぐらいついてたんですよ。でうわーって言って、あの量ですか一発目やんけ許すぎるやろ許すぎるやろって言ったら、あれなんでだろう言わはったんですよ。でなんでだろうやらへんよ、もう一回拭いてみて言うから、まあちょっとついてたから汚いからちょっとシャワー入ってきて言うて、でもそんな衣装さんかなんで言うて、ほなそうだなそれもそうだな言うて、でシャワー入ってはるとこちょっと覗いたんですよ。ほんなら下だけ脱いでシャツくわえて、お尻の穴だけこうこうやって歩いてはったんですよ。ほんでうわ来たなと思って気持ち悪い思って閉めて、で帰ってきはったんですよ。ほんでもうシャワー浴びたから大丈夫やってなって、でももう一回だけちょっと一回拭いてみてくださいって言って拭いたらまた一発目だったどういうことや、常に一発目なんや常に一発目なんや。ほんでどういうことなんですかって言ったら、いやもう自分が嫌になるよすごいでしょ、もう自分が嫌になるんですって。まあ嫌なるやろな、本人が一番自分やったら嫌やもん。嫌やわそんな。なんかその次の日とかに聞いたら、もう誰にも言うなよって言って理由があるの、なんか普通にこう吹いてたら、スパッと4本入ったりするあ、無駄中なの、なんでだろう、なんでだろう、なんかそれぐらいのもんらしいですよ、皆さんもうゆるゆるっすね、ゆるゆるいんだ、4スポット入ってまう時とかあるスポット入っちゃうんスポット入ってまう時びっくりするよ、あれ筋肉ないねよ、もうもうないよ、開きっぱなしだ、出るわね、もうそれはもう絶対一発目面白いな。お願いします。大輔。セカンドステージ一発目、天然素材の話なんですが、天然素材の頃ですね、まだずっとダンスをしてたわけですよ。で朝10時から夜10時ぐらいまでずっとこう12時間ずっと踊り続けて。ほんでやっぱストレス溜まってきて、やっぱほな宮迫さんとどうしましょう言うて、ほな今日ちょっと女でも引っ掛けに行こうか言うて、あ行きましょうと、でもずっと踊ってたんで、はい、やっぱちょっと体が臭いとね、何がおかしいねんお前笑うとこじゃないよそれは小杉悪いね、ええ笑えよ、もう早期落ちがあるわけやからそんなにいらん時に笑うなよそういうあったんかもしゃあないよ、まあ、いやそこは思ったんやからしゃあないよ、汗臭い、汗臭いから汗臭くなってきて、で汗臭いなと、はい、で汗臭いな言うて、ほんなら女の子引っ掛けに行ってもこれやったらモテませんと、じゃあお風呂屋さん行きましょうと、でお風呂屋さん行ってさっぱりしてから、まあ行きましょうと、ほんでまあ宮迫さんにとお風呂に行ったんですね。ほんでお風呂入って、ほんでこう上がってきて、まあ着替えはしゃあないなと、ほう、ほんでまあもうこう履き替えてたら、宮迫さん自分のパンツを匂って臭っってなったんですよ、臭すぎるやんけみたいな、え何臭すぎるやんけこれみたいなことになってた、いいそういいそう、あよっぽどほんでこれよっぽど臭いんやなと思って、はい、でもしょうがないですやん言うてて、ほんなら大輔ちょっとグレープジュース買うてきてと、グレープジュース買うてきてって、ほんで風呂上がりやから、あ分かりましたって2本買うて宮迫さんに渡して、で僕着替えてこう飲んだんですよ、ほら宮迫さんの方見たらプシッと開けはったんですよ、でそれを飲まはんやろなと思ったら、そのクサッていうパンツにちょっとこうつけていける、いやいけない香水代わりでグレープジュースをねいける、
やで、それも後でここニュルニュルなりますよ。アホやない、アホですね、不潔です、不潔やな。いや、大輔2回目ですよ今日、それなんとかならんのかいな、それ1回目早くしてもらえないですよ、ね、ですね、ちょっとやや言うな。めちゃめちゃピリピリしてる、まだですからね、水着やろ。滑らない話7って書いてある。この収録用にタイトルね、タイトルやない、そのタイトルやない、書いてこないから8と間違えそうや。どういうことや。これいきましょう。これ僕が中学校1年の時の話なんですけど、あの中学1年の時の数学の先生が寺尾先生っていう、ね、はい、ムッシュ寺尾っていうあだ名がついてるぐらい、なんか変な先生やったんですよ、うん、こう、テンパで横が刈り上げてて、もう牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけて、で下ジャージでもカッターで、ようやったでしょ、はい、でその先生がずっとこう黒板にこう書いてて、もう見た感じこう、もうめちゃくちゃプリケツなんですよ、はい、こうやって書かはるから、でそれ見てるだけで僕らはってなるんですよ、ちょっとほんならこうやっててそこ笑わないっていうその先生の腹立つわ、はい、そこ笑わないっていう、でそれ見たらまたみんなってなってみたいな先生がおったんですよ、でその先生好きで、うん、僕楽しみにしてたんですよ、うん、
あ、これは大輔行くか。はい。去年のお正月の話なんですけど、あのまあおせち食べてて、まあ1月3日ぐらいで、まあ飽きてきたんで、じゃあすき焼きしようか言うて、でまあおせちのあまりこっち置いて、まあこう長方形のとこで、ほんでこっちにこうすき焼きやってたんですね。でまあ家族全員でこう囲んで、でやってたんですよ。でなんか食べてたら中盤ぐらいですね、ご飯の中盤ぐらいにお父さんが一番この長方形のここに座ってたんですよ。で、あのこっちですき焼きやってたからすき焼き取ろうって立ち上がって、でこう糸コン掴んだんですよ。糸コン、はい。で糸コンバーって持ち上げたら、糸コン切ってないやつで、すげえ長いやつやったんですよ。ほんで、いや糸コンめっちゃ長いやん言ったら、うちの息子がゲタゲタ笑って、なんかそんなんで笑うじゃないですか。笑うじゃん。で笑ってて、ほんならあーって言ってて、お父さんこう持ち上げた瞬間ぐらいに親父咳出たんですよ。で、ってなって、ほんなら、この糸コンが、その、で、ちょっと回り出したんですよ、こう。ほう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 。ああ、なんかわかる。振り子、振り子みたいなんで。ほんで、こう、回り出して、って言う。ほんで、だいぶもう、席止まらなかったんで、糸コンが。糸コンが、ブワーッ回り出した。回り出した。で、息子笑ってたんやけど、その、すき焼きの熱々がかかって、熱っとか言うて。お母さんも、いや、もう、あんた飛ぶやんか、知る。で、結構、わー、大惨事みたいになって、そやのお父さん、席止まらなかったんですよ。で、言うてたら、もうブワーッ回ってるから、ほらお母さんが「漫才糸こん怪しいな」って言うて、糸こんずっと回ってるから、でも「あれ?」って言うて、ほんでお父さん糸こん話したら、ちょっとこう何でしょうね、タイミングでお母さんのあの卵の器のとこにベトンって行ったんですよ。糸こんがこういってるんですよ。おうおうおうでお母さんが「いらん!」って言うたんですよ。っていう話。いや今のはちょっといまいちでしょ。分かってるんですよ。面白い、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 めっちゃ好きですよ。面白かったですか。すいません、すいません、うん、普通それをこうレックせえへんもん。そこレックする、ね、すぐ上書きするよ。いやいやダメ出しじゃない。そこをレックするところがすごい、いやがすいません、いきます。